はい、はい、ツイート。待ってー。始まってるよ。始まってるらしいですね。どうしてかわかんないけど始まってるらしいですね。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。つけぼう。つけぼう。よろしくお願いします。今お越しいただいている方もアーカイブの方もノーコメの方もそして、マヨさんも、こんばんはでございます。こんばんは。開幕節が完全に終わった日の夜でございます。ですてことでですてことでじゃあ行きましょう。名前を呼んでいきたいと思います。勝丸さん、あっちさん、たくみさん、いぎさん、島大さん、帝国さん、柏レイソル君、クッツーさん、周囲のイギさん、ザクベさん、こんばんは。よろしくお願いします。そしてこの方もゲストで来ております。よくわかったな。ヤンヤンつけぼうさんです。まあ知ってる体で言ってますけど僕は初めて見ましたけどね。そうなの。食べれませんからね。まあ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 。新田さん、ムイガさん、ケイスケさん、鳥頭さん、こんばんは。そしてもう一方ゲストで来ていただいております。この方でございます。あらよいちゃんね。あらほろよいジャスミンライチさんもお越しいただいております。ありがとうございます。いやーたくさんのゲストにね囲まれてやっていきたいなと思いますけども、ディトムさんもこんばんはでございます。こんばんは。よろしくお願いします。いやー開幕しましたねと、まあ、昨日なんかも言いましたし、うん、一昨日なんかも言いましたし、うんうん、何らかの形でいろいろ言ってますし、なんなら明日も言いますね、マンデライブで、うん。勝村さん、先生のツイート弾幕でシーズンの開幕を実感。僕もわかります。あの見る若におけるあの今年の、うん、おツイート数と昨日のツイート数はだったら昨日の方が多いはずです。うん、うん、よかったね、うん。おばかさんもこんばんは。こんばんは。どうも。どうも。広島サポとしては昨日の結果には納得しておりません。まあそうでしょうね。やっぱ押したチーム他にも何チームかありますけど、これで勝てなかったのかっていうチームは何チームかあったはずだし、逆にあこれなのに勝ち点取れたなってっていうチームもあったはずなので、まあ得てしサッカーでそういうもんっていうのもあるかもしれませんね。まあそんなことはさておきですね、あのもうお一方ですね、なぜもうそろそろその時間ではないのかとの顔をされている方がいますので、皆さん、30秒後乾杯しますので、お手元に飲み物準備しておいてください。お願いします。島野さん、黒黒さん、こんばんは。こんばんは。さあってことで準備いいですか、まやさんも。はい、はい。あ、そうなのね、ティードムーンさん。そっか、そういう感じになるのね、ティードムーンさん。さあ行きますよ、行きますよ。はい、開けられたら乾杯しますので、いい音をお願いします。いや、いい音ですね。アミク、こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、乾杯しましょう。はい。乾杯。無事に開幕ガードが全部終わりました。KP。マヨさんはほろ酔いで、僕はハイボールです。皆さんは何飲んでますか？あ、すみません。ハイボール嘘です。水です。新田さんはね、金麦だって。金麦飲んだことない。俺もない。ビール飲んだことない。飲んだことないよね。俺11月に初めて飲んだの、この間の11月だもん。トークライブ前にあのマーサーが持ってきてくれた。あ、うん、飲み君が寝ながら乾杯してる。あこれ寝言かな、だからアミクはな、うん。バルーンさん、こんばんは。こんばんは。バドワイザーノンアル飲みました。そんなあるの、バドワイザー。あれでしょ、白と赤でしょ、うんうん、こういうやつね、うん、もう正直そっちしか出てこないよ。そっちの、でもそっちが飲まない人でもそっちが出てくるってことは広告効果としてはやっぱり成功してるってことだよね、うん。レッドブルとかも飲まないからさ、うん、でもレッドブル何かって言われたら正直 F1 が一番出てきて次にサッカーなんだけど、うん、飲み物じゃないんかいっていう。はい、はい、
ねえ、飲み物の代わりに大きなあくびをしましたって。かわいいね。かわいい。新田さんは今金麦だけど海外サッカー見るときはハイネケン。へえ、シャレ。見して。怒んないんだよ。見してあげて。こういうの、こういうお菓子です。なんか棒が入ってて、うん、あれでしょ？あのつけてポッキーの木の部分が入ってて、そうそうそう、木ってクッキーの部分が入っててチョコにつける。うわー、チョコつける。うん。でなんかあの砂糖の塊みたいなのをアメリカのお菓子をつける、つけると、これで食べます。あら、いってらっしゃい、はい、あー、うん、あー、せーのちゃん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 、どう？おいしいですパターン。あー、死んじゃった死んないで、死んでしまいました。イギさん、もう寝るので飲まないけど、エンシェントクランっていうお安いウイスキーのハイボールで唐揚げ飲みました。唐揚げ飲んだの、あらハイボールを食べて唐揚げ飲んだんですね、うん、あら、初めて知ったお菓子ですって。名前は聞いたことあったけどね。もう50年ぐらいいますよ。え、おいくつ？え、ま、え、ま、今調べたの197いくつも。ああ、じゃあ沖縄かどっちかぐらいのあれですね。なんだろうね。明治です、明治。ねるねるねるねみたい。あ、なんかそれぐらい。うん。うん、あみこ、休み。休み。めぐさん、ありがとう。まあ、多分そういう系だと思いますけどね、きっとね。まあ、かぶらせてきたっていうか、多分そこでは多分ね、話し合ったなと思いますよ。てか、多分、やべスタ送らせるから、こっち来てくんないみたいな感じだと思います、僕は。昔、頂上が、頂上が好きだったわって、やんやん。うん。頂上者。頂上者。いや、今日もね、J2 が4試合ほどありまして、うん、あとは J1 組とかはもう金曜土曜に試合やってた組は控え面であれでしたね、もうトレーニングマッチとかやってましたね、うん。JK マナちゃんさん、清水の出来はどうですか？これ本当の JK が言ってきたらびっくりするけどね、うん、これ足田かってちょっと思ったけど、うん、足田だと思っておきましょう。足田さん、清水の出来、これあくまで清水エスパルスの話だと思って喋りますけど、清水圭介の可能性もあるのね、セレッソ大阪のゴールキーパー現状だと。だ、伝わんない人多いかもしれないけど、まあね、ちょっとキム、うーん、そうなのよ、今回ちょっとね、あのセレッソさんは怪我がたくさんいたのでね、まあ、それはさておきましょう。まあ、エスパルスは良かったんじゃないですか。もう良かったって多分、なんだろう、本当にサポーターの方が良かったっていう結果になるんであれば、多分 2-0 以上の結果じゃないとそれはやっぱり思われないかなっていうのはありますけど、やっぱり急遽、結構急遽ですよね。あの岩田戦のところまでで狙ってきたものとは違う形になって、で直前でもなんか軽いコンディションミスみたいなものも何人かあったらしいので、それ踏まえてで言えばそれ踏まえてで言ったら、まあ最低限の立ち上がりはできたんじゃないかなと思います。やっぱりあの J2 で1回 J2 で来た段階っていきなり最初にこう勝っちゃったりとかすると、その後で結構負けやすいっていうのがあったりするので、 J1 からこうね、あの J2 に来た組っていうのところだと、 J3 とか J3 から J2 に来た組は最初の一回り目のところは結構勝ちやすいっていうのあるけど、なかなかやっぱ J1 から来た組は最初が勝ちづらいってところがありますから、それで考えたらまず無失点でスタートできたら良かったんじゃないかなと僕は思ってます。ヤンヤンつけぼ、いつも勢い余って、容器まで食べないように気をつけるのが大変です。そんなことないよ。いや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 。JK です。ゼルビアどうでしたか？ヤレさんお疲れ様です。あのゼルビア僕は良かったなと思いますね。あの僕一個は、あのある意味では外したって言い方になりますけど、スタメン予想で外したのはやっぱり福井くんのところだけで、キーパーので、福井くんはやっぱね、先ほどニュース出てましたけど、直前でのお怪我があって全治8週間だったってことで、そこはちょっと仕方なかったのかなと思います。でちょっとせっかくだからこれ使いたい、やっていい？でってれん、ちょっと下げられる？下げた。あ、じゃあちょっとずらすよ。あ、ありがとう。ちょっとやっていい？仙台が赤ね。こうどうすっかな。こうした方がいいかな。
こうした方がいいよね、きっと。こうでいいのかな。あ、こっちだ。こうしましょうか。見えるか皆さん分かんないんですけど、赤が仙台で青がゼルビアだったんですけど、正直これが全てだったなと思うのが、ほとんどこのパターンでやってたんですよね、ゼルビアって。4バックでダブルボランチで、何で笑ってんの、ユーザーフットボール、どういうことやねん。442でやってきて4411みたいなところでやってきたんですけど、この日はベガルタのこのアンカーのところに元浦和のね、あのポルティモネンセから来たのエベルトンがいたってのがあるので、高橋大吾、まあ、いわゆるエリキをこう持ってくるんじゃなくて、エリキを左サイドに据えて右に平川優にして、同じ2列目右タイプの高橋大吾を真ん中に持ってくるってことをしたんだけど、それによってこの右の平川優がこの左のセンターバックに、で左のセンターバックのところにエリキがついた上で、この真ん中のセンターバックの姿のところにミッチェル・デュークが行きますと。ってなったらボール回すってなったら、このやっぱりね、アンカーがキーマーになるってところがあるんだけど、そこに対して高橋大吾がちょっと密着とは行き過ぎないようにだけど、背中でこうカバーしたりだとか、あとは実際にこうつくっていうケースで、このエベルトンの無効化っていうところに、まあ、成功したのかなっていうところがありました。これがかなり良くて、仙台が結局真ん中で の陣地の獲得がもう大失敗したって状態になってしまったので、ボール流すんならいわゆるサイドの方にしか行けなくなるってところがあったんだけど、これが俺ゼルビアとしては多分やりたいことの一つだったのかなってすごく感じました。普段だったらというか、僕の一つの予想でもありましたけど、ここのボランチに元秋田の稲葉シュートを持ってくる可能性、いわゆる佐野海舟と同じようなやり方をするのかなと思ったんだけど、そこを下田と高江っていう形にして、サイドの2人ですよね、奥山と尾長っていうこの2人のところはもうボールの取りどころとしてはもうパーフェクトなので、できるだけセンターのところじゃなくサイドにこう投げなんかもう流すような形にして、両サラのところでボール奪ってしまえば、そこからポゼッションだろうがカウンターだろうがどっちでもいけるでしょっていうサッカーやってたのが、まあ、一つ大正解だったのかなと思いました。あとはね、なんかそういうなんかボールの流れから例えばエリキが後ろに行ったりだとか、やっぱり右の平川優のところをうまく使って、ちょっと久保建英みたいな動きがかなり多かったですけど、まあ、彼ら両サイドのところからのうまくアタッキングとかもできたってところがあったので、そこは良かったのかな。ただちょっとクロスの質というよりも、なんて言うんでしょうね、サイドの選手、まあ、この日はミッチェル・デュークでどうかどうやら点取りたいっていう流れだったのか、クロスがはちゃめちゃに多かったんですけど、まあ、そこの入り込み方と、あとはどのタイミングでクロスを放るかっていうところのタイミングがやっぱちょっとやや不一致感があったので、そこら辺は黒田監督とも言ってたんですよね、試合終わった後に。そこのクロスのところ の入り方と、そこそ入り込み方、この受け手の方というかフィジカルでアタックする方の入り込み方と、出し手の方の側のタイミングがやや不一致だったので、そこを次に向けては改善していきたいというふうに言ってたので、ほぼこれ以外のところはパーフェクトに近かったのかなと個人的には感じました。以上です。あ、ごめんなさい、すいません、ずっとヤンヤンつけ棒のポリポリとした音のみ聞こえてました。ありがとうございます。こんなことがありました。もうコメントもガンガン止まってたのを見て、あれやべって思いながら。バルンさん、リンコンベルディの獲得の噂があったけどなくなったんですか、知りません、正直。なんで上がってたのかすら俺は分からないんだけど、うん、よかった、なるほどっていただいた、よかった、喋って嬉しいわ。町田線で枠内シュートする、枠内シュートは確かに少なかったんです。それはどちらかというと攻撃側の問題じゃなくて、ディフェンダーたちが頑張ってたっていうことになりましたね。ちょっとあんまりこれ今カメラ下行ってないかもしれないけど、仙台がカウンターしましょう、こっちもクロス上げましょうっていう時にはやっぱりディフェンダーの池田ジュラとかめちゃくちゃ頑張ってたのと、仙台はその陣地の獲得を高橋大吾によって失敗させられてしまったので、何をどうしようかっていうふうになったら、できるだけもっとちゃんとつなごうっていう意識が増えたからか、5バックとは言わないけどちょっとラインが下がったんですよね。ラインが下がって、結局ゼルビアとしては圧で落ち込んでいくことができるようになったってのがあったから、まあもう逆に言うとそれがちょっとゼルビアの失敗にもつながることになるんですけど、下がったからこそこのディフェンダー3人たちがうまく
ディフェンスをしようという意識が高まってしまった。だからオフェンスの軸はちょっと仙台も難しくなったんだけど、それによって町田がちょっとそれこそ仙台のディフェンダー3人とも潰すことができない限りはちょっと厳しかったのかなっていうのがあるので、両チームとディフェンスが頑張っていたっていうのは僕はあったのかなと思いました。確かに俺も思うのが、ことぶきさんが言う通り、あの町田仙台の見せ場は選手入場時のスモーク焚きすぎ、あとは後半入る時のあのお腹がめちゃくちゃビビってたんですよ。スモーク出てうおーってビビってたんですけど、あのシーンが僕は確かにハイライトだったなと確かに感じます。あ、ヒロッピーさんこんばんは。こんばんは。池田ジュラと J1 抜かれなかったのが大変ありがたい。あれはもう激ヤバですね。民芸もそのサポートすげえ効いてたなと思いますけど、この2人だからこれ、あの彼ら除いてもやっぱり雄大がいるし、藤原ね、藤原の雄大がいるし、藤原のっていうとおかしいね、歴史上の人物っぽく聞こえるね藤原雄大がいるのに加えて高橋翔平、深津光太もいるから、ちょっとゼルビアのディフェンダー陣たちは岡山秋田も強いと思うけど、ちょっと跳ね返しに関してだったらやっぱ J1 クラスだなと俺は思いますね。感じました。あ、ほんと？ちょっと待って。今他来た人、来た人、来た、ヒロッピーさんの後で見ていくと、柴田さん、こんばんは。こんばんは。そうなんだよ。いや、そうだよね。そうなの、柴田さんもだけど、見る赤ずーっと来、あ、石田もこんばんは。こんばんは。石田君こんばんは。黒田采配に関しては完璧だと思いますよ。っていうか、自信を持って言えるのはここ2回のゼルツクを見てほしい、アーカイブを見てほしいのと、俺先週町田ゼルビア の, あの動画見る分かり上げてるんですけど、それ3つ見ていただければ、あとは何かしらレビューっぽいものを月曜日かこっちか、月曜日マンデーライブの中か、あとはこっちで今週中にとかでどっかで上げると思うんで、それ見ていただけたら大体は予習復習完璧にできるんじゃないかなと俺は思います。うん、でなんだっけ、あ、で後藤圭介ね、後藤圭介に関してはもう見る分かり、俺三段結構序盤から打つと自信があるんですけど、彼は中3段階でジュビロ磐田 の, あの春季キャンプというか開幕前のキャンプに参加してるんですよ。でだから昇格したシーズン の, あの開幕段からの岩田対岩手ってあったんだけど、その練習試合で点取ってんですよ。中3でよ、すごいよね。中3が中3よ、まだこれから高校生段階で義務教育中なのにキャンプ来いって言われて学校休んでキャンプ行って、でそこでプロ対プロのおじさんたちのね、20代後半ぐらいの平均年齢 の, のバトルがあるわけじゃん。そこに10代中盤が飛び込んでいって点取ってたんだ。すごくない？今高校2年生なんだけど、その子2点取ったのね、昨日覚えてるかもしれないけど、知らないよそんなこと言われてもね。3分間で2点取ったの。191センチ、ねえ、すごいです。あ、ちなみに柴さんにもそうだし皆さんもそうだけど、後藤圭介ちなみにもともとボランチです。前田良一と全く同じ感じなんで、前田良一の置き土産だと思っていただければいいかなと思いますし、彼は間違いなく代表入ってくると思います。第2の伊藤洋輝と思ってください。よろしくお願いします。食べたかな、棒がなくなった棒。グラスピレアシェさんこんばんは、ありがとうございます。京都さんが思った以上に残念でした。何が悪か、あー、これもいいね、これもちょっと話しましょうか。つつさんこんばんは。なんだっけ、京都と鹿島、じゃあ京都で行こう。京都青だな。京都が青で、鹿島が赤でいきましょうか。鹿島はそりゃ赤だよね。鹿島の話は結局佐野会社あるからゼルビアっぽい話もなるしね。京都あとはインサイドハーフ、これでいいの、これか。まこみなさんから、いやいやんつけ棒のその残りのチョコもどかしいですよねって、スプーンで食べようかと思う。あら、もうない、なんか今食べるもの、そういう棒はないわよ。棒はあるね、肉の棒、肉のあれ、肉の棒はダメだな俺言い方が大爆笑しないでいただけます
これ、ね、本当にね、あのもうだいぶもう語弊がある言い方したわ俺は。合ってんだよ、合ってんだよ、これが合ってんだよ、どっちかで俺の方が合ってるはずなんだけど。上にチョコつけて食べるの？うん、あ、そう外れてるな、アウトって言われちゃった、すいません。いや僕がね間違ってるよと思うわ、大変失礼いたしました。あのイエローカードということで、ピー、なまるさんこんばんは。さあ、気を取り直していきますけれども、京都対鹿島ですね、赤マン言われちゃったわ。失礼いたしました。レデムさんこんばんは。あのちょっと戻しますけど、京都対なんだっけ鹿島の話に行こうかなと思うんですけど、何が京都問題だったのかなって言われたら、あの多分ね元から思ってたのが、これミルアカでも俺話したんですけど、鹿島がビルドアップ、京都がプレスっていう展開になることを基本想定してたんじゃないのかなってことが、そう、あの見ている限りだと思いました。ただやっぱり鹿島があんだけ練習試合で負けてたってのは、プラン A をあの形、あのビルドアップからそのつないでつないでっていう風にするんじゃなくて、プラン A はもともと去年以前からもやってたザーゴさんだとか相馬さんだとかの時にやってたような、それこそやり方、まあ、いわゆる京都戦で披露したやり方ですよね。でもともとあって、それにプラスしてプラス A、 あ、プラン A と B の間のところとかプラン B を構築してるって流れだったんだけど、そっちがあまりにも正直進歩として厳しかった、これもコメントとして残ってるので使えますけど、あの年内にそれこそ武器になるところまでいけそうにないっていうのは岩松さんも言ってたんですよね。だからあのじゃあ行けそうならそういうこともやるけど、行けなさそうなのであればじゃあプラン A に戻したらいいやんっていうふうにしたのがまずはポイントだったのかなとは思います。でなんで開幕に合わせるっていうよりかは、むしろ元から持ってたんだと思います。これはで持ってて、別にそれをやるんだったらこのパターンでやりゃいいやっていうところがあったと。でそれが一つ分かりやすいのがここですね、佐野回収、佐野回収をやっぱりボランチで使う、そして、まあ、ピトゥカと樋口をインサイドで使う、俺ツイッターとかでこれ話したかなと思いますけど、やっぱりこのやり方の方が良かったって形になりますね。で戻すと、京都がなん、京都がじゃあなんでうまくいかなかったのかって言われたら、この鹿島のやり方にちょっとやられたかなっていうところがありました。じゃあ何やられたのかっていう具体的な話になるんですけど、それはこういうことですね。京都がこのダブルセンターバックいるじゃないですか、このアサラとリキトのところに対して、普通だったらこれってユーマがこう行くって形じゃないですか、もしくはユーマが右に出て知念も出ていくって形なんだけど、そうじゃなくて、あの川崎の立花田健人に対して、あのマリノスの西村拓磨がずっとフェイスガードしてたのと同じように、鈴木ユーマが川崎颯太を消した、で両ウィングの藤井と知念がある意味でこんな感じなんで、これも鹿島は昔ちょっとやってたやり方ですけど、あの一時期のトッテナムというか、あの偽キューバみたいなユーマがここに真ん中にいたんですよね。あれ433って言ってるけれども、こっちの433、いわゆる真ん中の一番前がこう張り出す形じゃなくて、彼がちょっと落ちる型の、ちょっとあのフォルスナイン型の433っていう方がこれは正しかったのかなっていうふうに思ってます。で川崎颯太を消して、このダブルセンターバックのところに対して、入った知念と藤井でプラス樋口とピトゥカが両サイドのところにこれで出てって、あの異次元だったのは、それでかつ佐野海舟がインサイドハーフの2人をダブル止めしたっていうところがちょっとあまりにもでかかったですね、ここは。でじゃあ本当であれば、京都去年までだったらもうできたことが実はもう一個あって、ゴールキーパーが上福本直人だった時には、じゃあこう来たとしても結局鹿島が2人に対して京都は3人でいけるってところがあったのが、あの別に悪い意味ではないけど、若原選手がそのタイプではやっぱりないっていうところがあって、センターバック2人がどうにかしようとしたって流れがあった。そこに対して本当は川崎颯太が降りていかなきゃいけないんだけど、その時には結局鈴木優も降りてくる、あのこっちに来るついてくるってことになっちゃうので、結局2対2の同数と3対3の同数ってところは結局変わらなくなってしまった。で本当であればもう1個あるのは、やっぱり例えば川崎だったらそこを山根がこうスライドしてきたとかってことがあったけど、京都の両サイドの福田と白井に関してはそういうタイプの選手でやっぱりなかったので、言ってしまえば福岡新平が下がるとか武田が下がるとかっていうケースが出てくるんだけど、そこに関しては全てあのどうにか仕切ったっていう佐野回収がちょっと異次元だったなと思います。
見誤ったってことはないと思うけど、ユーマを振り切れなかったソータってところと、やっぱりちょっと佐渡海舟のテリトリーに入り続けてしまった武田福岡ってところが、まあ、一つ、まあ、課題になったのかなと。なんだったら後ろの二人ちょっと暇そうな時間帯ありましたからね。なんならちょっと佐渡海舟が一人でやることやりすぎてて、ちょっと自分たちのデータ落ちたなっていう感はあったんじゃないかなとすごく思います。だからもう次に例えば京都やると、やる時にはというか、ソータが降りれるような条件にするためにスイッチですよね。新兵が降りる、ソータが降りるんじゃなくて、なんなら川崎ソータを上げつつ福岡新兵降りてくるとか、逆に武田が降りるとか、まあ、強いて言えばちょっとセンターが中に入って福田が降りるとかっていうのが多分ほぼ3択だと思いますけど、川崎ソータに同じようなことが起きるんであれば、以上の3択からビルドアップちょっと回す展開作れたらでかいんじゃないのかなというふうに俺は思いました。以上。うん、そうですね、結果一つ言えるんであれば、佐野兄弟がパなかったっていう開幕説だと思います。高台は1ゴール1アシスト、海舟は何ですかね、なんかもうブラックホールみたいなもの作ってたなって思うんで、そこだっただろうなと俺は感じますね。まよさんね、ね、鹿島にね、そのゼルビアから移籍した佐野くんってのがいるので、イギさんが好きな岡山っていうチームにも佐野くんっているの、うん、兄弟なの、わ2人とも活躍したの、わわ、あ嬉しい、ちゃんとさんがうん文句出しこんばんはって評価いただいたわ、京都サポに、ありがとう。高木さん、鹿島で気になるのは、結局つないでいくプラン B は今シーズン放棄するのかしら。正直変えてきても変わらないと思うので、俺はね、放棄するってことではないと思いますね。たまたまその京都のつなぎってところに、これもちょっと見てて感じたことなんですけど、鹿島がこんなにプレスで来るのかっていうところに、ちょっともしかしたらやっぱり情報がそんなに京都の皆さん入ってなかったから、センターバックの2人の浅田&井上っていうところがちょっと自信なさげに、なんかボールつなぐより安定感のあるような、言い方プラスで言うんであれば安定感のあるようなつなぎ、悪く言うんであれば超消極的なプレーが多かったなっていうのを俺は感じたんですよ。それをやっぱ性格してる鈴木優馬なので見抜いたなっていうのを俺は感じました。で、ソータがそれでも振り切れないっていうのはやっぱりユーマの底の強さだなって思うけど、やっぱり知念の良さっていうのは、まあ、いわゆる川崎時代でもこういうことやってたからっていうのもあるし、特にこの試合見た方に関してはもうよくわかると思うけど、もう対する逆の藤井に関してはもうクイックネスってところで、守備はそんなに上手くないけど、もう自分のその もうすっごいスピードのところでもうギュンギュン飛ばしまくってどうにかしたっていうのがあったので、彼の使ってたプレーエリアに関してはなかなか京都側のパスがうまく通らなかったってのがあるし、そうすると井上のところはよりバランスを取らなきゃいけないってのがあったけど、知念がずっとプレスかけてくるからややめんどくさそうにしてたってところがやっぱ感じたんですよね。で、強いて言えば樋口がこうやって中に入ってくるケースがあったので、試合にグンと行くっていうケースもあったんだけど、そこに関しては先にもう安西が飛び出してきてやっぱり埋めるってシーンが今度また出てきたってところがあり、佐渡海舟がやっぱりこの2人抑えてたからか、やっぱり上田関側がちょっと暇になったからか、こんな結局は3対3のディフェンスの構造もできたってところがあるので、やっぱりそれぞれの前のところのプレスがはまったから、結局は京都としてはどこにも出せねえじゃん、どうすんねんってところは、結局はいくつもね、最後の八田君こう投入するところまでいくつもこうやり直してったってところはあるんだけど、一箇所じゃやり直すってことは全体のもう一回スタートリスタートになっちゃうので、最初からのまた違うことができたら話は別だったろうけど、何回も何回もやり直しになったことによってつなぎの方が不十分になってったっていうのが僕はあったのかなと思いましたね。うん、新聞見ても鹿島のやり方に面食らったコメントしかなかった。まあでしょうね、そうだと思いますわ。元の幸さんから2人のやり取り素敵、ほっこりって言われてます。ほっこり、ほっこり、ほっこり、あ、ハート、ハート開幕し見ないとわからない分だな、そうだと思いますねってことです。高木さん、そして、気の使えてビルドアップに顔出す選手って本当大事、本当よな。ちゃんとさん、シティは中に入るサイドバック、飯田なら取得できる可能性はありそう。まあありそうですね。インナーラップ得意そうですからね。いじめっ子の嗅覚が相手の嫌がることを見抜いたと。まあそう言って俺は差し支えないと思いますね。うん、あれはやっぱでもユーマの俺は凄さだと思います。あと海外からか、あとユーマ以外でも海外から戻ってきた方、ああいうアクションってやっぱ結構うまいなとすごく感じますね。うん。
ペッコイ。なんか食べますか。もういいですか。ひとまずはいかしら。そうかな。うん、鹿島がかしまりましたね。まあ確かにね。らしい。まあこれがだかららしいやり方だと思うから、これにちゃんとビルドアップパターンのものができてくるんであれば、まあいいかなと思う。それはだからちょっと川崎戦のプレビューでちょっと見る分かれ出したいなと思ってます。これはラボじゃなくて見る分かれ出そうかなと思ってます。うん。そうですね。京都はワンアンカーでは通用しないっていうところじゃなくて、通用しないっていうよりも、俺もっとできるって思ってもらいたいんじゃないかなと思ってます、張さんは。やっぱりそれぞれが、例えば浅田くんであっても、まあ、ずっと京都でやって、まあ京都以外でもやったわけです、春樹とか。二木とももともとは鳥取スタートだとか、まあ、ソータに関しても、まあね、ユースから上がってきたとかあるから、そんなにこう J1 でこうたくさんの経験があるわけじゃなかったりだとか、そこまでこう例えば代表入りした経験がある人もそんなに多いわけではないので、やっぱり鹿島とか川崎とか相手にした時に、果たして本当に自分ができるのかって、もしかしたらちょっと消極的な日になってる人もゼロじゃないんじゃないかなと思うんだけど、そこチャレンジしていいんだよってことを俺は張さんは言ってる気がしますね。なんか思ってくれてるような気がします。なんか知ってたワードありました？まやさん、なんもなんもございませんでした。失礼いたしました。失礼いたしました。あとボール握る展開は J2 時代から苦手。まあ強いて言えば張さんのチームってそういうチームじゃないからね、もともただそこがつなげるようになってきてるってのはやっぱり成長だと思うので、優勝を目指すっていう風になると京都は俺はまださすがに足らないと思うけど、でも J1 でそこをチャレンジするっていうところまで来たのはやっぱりここ数年間での大成長感っていうのはすごくありますよね。うん、張さんの前年とか、あとやっぱりなんていうんですか、サネヨスさんだったりね、あそこら辺のシーズンでも良かった時もあるけど、なんかやっぱり今の方がそこら辺は一つずついろんなものが積み上がってきて、さらに新たなチャレンジまで来てるってところがあると思う。それはやっぱいいことなんじゃないかなって感じますね。わあ、同説100人になった、ありがとう。コメント残してってね、挨拶だけでいいです。本当まやさん可愛いでも本当なんでもいいんでね。あ、まやさん声かわいいとか、まやさんこんばんはっていいんで全然お願いしますね。りょうすけくん、今年はチャレンジできる1年だと思いますよ。ほんとそうですね、チャレンジしていい1年ですかね、今年に関しては間違いないと思います。木屋さんこんばんは。東京の阿部選手のベストイレブン選手理由と投入したことでの効果を知りたいです。ありがとうございます。新平さんこんばんは。みんなありがとう。コメントって言ったらいっぱい来てくれたわ、ありがとう。東京と浦和、じゃあここも行きましょう。ちょっと直すの時間待ってね。その辺りはうちのまゆさんが全てやってくれるので、まゆさん、ヤンヤンつけ棒はベストイレブンに入りますかと。ヤンヤンつけ棒は控えです。控えなの、なんで。ほら、今日このヤンヤンつけ棒を買った時のことを思い出してください。はい、まずケーキを食べようとしたじゃないケーキ屋さんがもう閉まってたっていうところから始まって、そうですね、でいろいろ周りに回って、コンビニやらスーパーやら周りに回って、結局何もなくてヤンヤンつけ棒にしたのです。まあ確かにね、うん、すいません、ごめんなさい、控えになりました。ヤンヤンつけ棒でも安心材料なので。なるほど、そう、こじゃあ途中投入。そう、なるほどね。そうだそうでーす。てことで今まよさんにつないでいただいてる間にどうにかできましたよと。あ、こうさん風呂場で見てます、お疲れ様です、ありがとうございます。さあ、ズプラス元抜きさん、勝敗に左右されてチャレンジを諦めてしまうチームと、我慢してチームコンセプトチェンジをしていくチームでは明暗が分かれますね。マリノさんってシティグループと提携してから数年若手育てるをして、ポステコ来て合格争いして次のシーズン優勝ですからね、次のシーズン優勝ですからねと。そっからともずっと上ですもんね、うん、さてご準備ができまして、東京と浦和でございますと。下から上の青の方がもちろん東京で、上から下のこの赤の方が浦和レッズさんでございますと。まあ、何があったのかって話なんですけど、まあまず東京っていうのも浦和の攻めのところを話さないとちょっとわからないだろうなってのが、阿部修斗選手のところの話かなと思っていて、
まあここの東京のところで言ったら、東京のインサイドハーフが、まあ、いわゆる松木小泉っていうところと東っていうアンカーでしたと。で対する相手の浦和レッズのところでは、まあ、岩尾と伊藤敦樹っていうダブルボランチに、あの小泉くんがここに入ってたって形ではあったんですけど、結局浦和のこれもう何がどうって話はもう見ていただいた方が早いと思うんで、そっち見てほしいっていうのはありますが、要はやっぱこの 4-1-2-3 スタイルの時のやっぱ一つの問題点っていうのは、このいわゆるインサイドハーフの裏、サイドバックの内、アンカーの脇っていうちょっとこのエリアですよね。ここが唯一言えば弱点なんですよ。浦和は前半飛ばしすぎて息切れした印象、まあ松さんに子供さん言ってくれてることでもあるんですけど、あのなんで浦和としてはこ の東京がどうかって、まあ、スコルジャさんが浦和の新監督スコルジャさんがどう考えたのか分かんない部分もあるんだけど、なんとなくだけど、いわゆる相手のこのフォーメーションっていう、東京のこのフォーメーションっていうのがあるから、とりあえずここ狙おうぜ感がちょっと強かったなと、自分たちがボール狙ってる時に。で結局あの小泉松木がまあ降りてくることもなくはなかったんだけど、要はこれやっぱ東脇っていうところが狙われすぎて、いわゆるじゃあ片方でそっちで突こうと思ったらもう片方に行き、じゃあそれで落とし戻されたら結局ボールが後ろに戻って自分たちのボールのままでいさせられてしまったってところがあり、このままだと東京としてはワンアンカーでやっていくのだとちょっと無理なんじゃないかってことをちょっと感じてたんじゃないかなと。ただその代わり今寿さんが言うように、あのかなりその運動量激しくやってたんじゃないかな前半はっていうのがすごく感じたところでもありましたと。なので東選手を一旦下げて、その代わりに阿部修斗選手を持ってきた結果、これが結局はあの今の東京にとってはちょっといいことにつながったっていうのが僕は思うところではございましたと。まあじゃあ具体的にどういうことなのかって言われたらなんだけど、あの浦和の展開の中でちょっとハイプレスなところもあったから、ちょっと小泉選手がこういう風なね、ポジショニング取ることもあったんですけど、そうすると中盤のところでさっきのこれだったら東後ろに残ってて、いわゆるね 2-2 の状態のような、結局こういう風になってしまったらこっちのところですね、ここ3人のところで浦和に東京1っていう状況が生まれて、そこに対するカバーが足りてなかった東京っていうのがあったんですけど、今度はその逆でこうね、小泉がちょっと攻撃を仕掛けるかなっていうタイミングのところで、相手がボール持ってるでも東京がボール持ってるでもいいんですけど、結局この中盤のところが3対2で構成されたっていうところで、東京がちょっと数的優位作れたのがちょっと大きかったのかと思います。あのまあまあ、右側と中村穂高でいろいろいけたっていうところと、左はバングナガンでカシーフで攻めようっていう意識があったと思うから、まあ現にね、まあ、データ的なものもそうですけど、それもあったからと思うんですけど、全体に左寄りになった結果、いわゆる裏としては酒井宏樹を犠牲にせざるを得ない展開があって、まあ、2点ともほぼオンゴールみたいな形でしたけど、まあ、いわゆる左からそうやって何番もガンガン攻めていったら、まあ、そういうことは起こるよねっていう展開になったのかなと思います。あとは前半から浦和も攻め続けた結果で、まあ、結果を得られなかったっていうところと、その中で後半に東京が先に先手を取って、途中交代をやって、でなんでもってそれでオンゴールまで取っちゃったっていうところでやや意気消沈で、しかもその、 交代のタイミングもちょっと良くなかったかなと俺は思ってて、あのオンゴールの結構直後っちゃ直後ぐらいでしたよね、その小泉離脱、いわゆる交代させてっていうところとかも、なんかこうチーム全体をよくこう活性化させるような一手にはなってなかったかなって思うので、まあ本当アタックし続けて左サイドにこれはもうあっぱれっていう風に言えるのかなっていうところ、もしくはそれでも右サイド一人で頑張ってたというか、中村穂高がすごかったなってことは俺は言えるんじゃないのかなって思っております。皆さん知った名前はありましたか？申し訳ございません。この人覚えていただいて、バングナガンデカシフっていう名前なんですよ。若いんですけど、バングナガンデ、これ名字カシフ、あ、ジャパニーズね。でバングナガンデカシフが途中で外れて入ってきたのがナナナが長野こういう人じゃなくて、あ、伝わらなかった。え、日本代表の長沢、ん、待って長友よかった、長友です、長友さんでした。グッズさん、おやすみなさい。おやすみなさい。ブラボー長友さん。
ブラボーと一言も言わない長友さん。コハロンって知ってる？うん。あ、まあ、FC 東京のサポーター YouTuber、うん、ほとんど今ゲームのことやってるんだけど、顔がね、あのマヨさん の倍ある長さが。あのあなたよくあのロングスティックってパン食べるじゃないですか、はい、あんな感じ。おーロングスティックさん、ロングスティックさん、うん、序盤の序盤で聞くのもなんですけど、まあ、開幕戦だからね。開幕戦で印象変わったチームってありました？あー、印象変わったっていうか、あ、すごく良かったな、あの拍手をしたかったチームはガンバですね。ガンバ良かったでしょ。これまだあのコメント返せてない方いらっしゃると思いますけど、あの分かってる、それは一応ね。友達とやるフィバじゃないだろう、男小原。そうね、あのまあでもそんなに多分小原もそんなに今なんだろう、そんなに食いつきが薄かったんで、もう遠回しにしますけど、もう遠回しにするって何？バンジました。こんばんは安岡さん。先生推しの後藤くんすごいですね。すごいよね、圭介後藤すごい。あれはかっこいいしね、後藤くんかっこいいの。ちょ、見る後藤圭介かっこいいよ。見る、あの高2だってことを考えてほしいのと、191センチだってことを考えてほしいのと、だから多分だけど高校3年生の間にプロ契約するから、あの10代で1000万プレイヤーになる人だと思ってください。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。他にルーキーで良かった選手は、圭介、後藤を除いた上で言っていいんですよね。でも俺、京都の福田慎之助やっぱり良かったなと思う。バランサブルですごく良かったなっていうのを感じたのと、あとは誰だ？あとは誰って結構ルーキー出ましたよね。待って。誰が出た？J1 よりも J2、 あれでも J2 で誰か若手っていうかルーキーで点取ったとかっていましたっけ？いなかった気がするな。あ、いたわ、いるじゃん、ヒーローでしょ、小森ヒーローでしょ、千葉。そうだね、小森くんでしょ。小森くんがやっぱりそうじゃないかな、良かったっていう意味で言ったら、一応ね2試合連続ゴールってところもあるから、まあそこはやっぱり評価すべきだなっていうふうにちょっと感じましたし、そもそも高3段階でプロ行ってもおかしくなかった選手ですからね、やっぱ動き的にもすごく良かったんじゃないかなっていうのは感じてますよ。どうしたの、うん、皆さんから。あ、田原くんね、田原つみなくんね、出て欲しかったっすね、確かにね。ルーキーっぽいのが渦本くん、ルーキーっぽいけどね、ルーキーじゃないからね。活躍はね、その今日のやつ良かったなと思いますけど、あとは誰だ、今日だと今日、あ、でも平川優じゃないですか、一応彼は今年がルーキーになるので。平川優めちゃくちゃ良かったですよね、ゼルビア。あのなんかちょっとプレイスタイル変わったなと思うし、なんか久保建英だなって思ったし、なんか平川優は多分行くでしょうね、海外。うん、間違いなく行くと思いますよ、あのレベルなら。なんか第二の三笘っていろんなところでなんか記事出てたりしますけど、国内の第二の三笘は優、平川じゃないですかね、ダントツで。うん、熊本も多かったな、確かに。海外組じゃねえや、海外組はおかしいね、大学ルーキー組。あとはなんだろうね、ジョージ・オナイウも良かったなと思いますし、途中からで、あとやっぱりね、俺は言いたいのは豊か道脇ね。去年ルーキーだと全く思えないが松木プロ、間違いない。そこね、イギさんもそう、佐野、まあ特に高大よね、佐野高大と松木玖生に関して言えばまだ酒飲めねえんだ2人っていうのがちょっと感じますよね。いや、福田くん良かったと思いますよ。あの
福田くんはやっぱ今最低でも1年後の段階でやっぱ今フロンターレの佐々木朝日ぐらいまでは来るんじゃないかなとは感じるから、ここも出続けてほしいですね。うん、あで戻るけどやっぱり、ね、平川優のねチームのみんなが平川にそれこそアタックさせるんだっていうのがちょっと三笘感ちょっとあったのですごく良かったなと感じました。知ってるチーム名とかはありましたか今出てきた中で。聞いてないなかなかね、ごめんねごめんね。あジャッカルさんだ、こんばんは。こんばんは。アンダー20で松木取られるときつい、鹿島の強度の高い中盤に勝てるだろうか。まあでもね、鹿島もねあれなんですよ、田中隼人くんってセンターバック、開幕戦スタメンではなかったですけど、多分アンダー20のそのアジアカップあるから多分入れなかったんじゃないかなって思うぐらいだったので、そういう意味ではまあ喧嘩両成敗みたいなもんですよ。まあ2人とも、ね、2チームとも1人ずついないって感じだから、ジャッカルさんここはまあまあいるじゃん、他にも塚川とかいっぱい東京大丈夫だよ。名古屋も高田くん使いたいよね。今すごい風吹くあろうって今ギュッと、気のせい気のせいか。周吾さんガンバーどのあたりが意外に良かったですか。意外に良かったっていうか、やっぱ単純にですけど、去年から取り組んでたやり方はそんなに大きく変わらない中で、やっぱりポヤトス監督がここまで仕込めるんだっていうのがすごいびっくりしたところがありましたね。うん、でなんだろう、だってもう俺細かく何か言う必要もないんじゃないかなと思うぐらいで、だってスムーズだったもん。去年とか一昨年とかのなんでこんな詰まるぐらいな感じだったりだとか、どうしたのを言わなくていいレベルだったので、そこをまず言うべきかなって。ガーホスやね。緑茶さん、こんばんは。ポスト俊介は誰だと思いますか。これはどこの話で言ってますか緑茶さん。ポスト俊介は代表じゃない話だと思うので、横浜 FC の話で言うんだ、横浜 FC の話にしかならないと思いますけど、ってなるとまあ井上志音って言うしかないのかなと思ってます。どうしたの、そろそろこれ喋る時間私にも欲しいよって感じしますね。もちろん待ってね。西野父さん、昨日グランパスの試合見ましたが、内容は良くなかったけど勝てたのはユンカー様々です。中盤から前線の供給役が、いないのと今後の試合いないと、今後の試合きつい感じがしました。個人的には泉とかになってほしい。まあ俺もそうですね。ただ泉選手のところがだからちょっとやっぱ使い勝手のいいバイプレイヤーになってしまってるところがあると思うので、ちょっとだから他に出てきてもらえないと困るって感じですよね。泉さんにそれやってもらうなら他の人がそのポジションになってほしいから、そこよね。あ、西洋次さん、そうね、あの1点目の時とか本当に良かったと思います。改めまして、ヒロピーさん、こんばんは。山口、どのように見られてましたか。まあちょっとなんか西の方のね、戦いはちょっとかわいそうだなと感じたのは、やっぱあれよね、ちょっと天候が悪いってのがあったので、そのあたりがまあどうなのかなってすごい感じてましたけど、見てる中でも現にやっぱり山口だったり、まあ、山口もそうだし大宮もそうだし、あとはなんだ長崎と千葉か、あのあたりもちょっとなっていう風に感じるところはありましたけど、まあやっぱり山口で言ったら最初はさ、大宮のあのなんかすごいプレッシングみたいなところにすごくなんていうんですか、まあ、苦戦したようなところがあったと思うんですけど、だから分かりやすいのが他のチーム、さっき言った J1 のチームとは逆の話で、ビルドアップに苦戦しそうだからどうしようどうしようで、後ろで詰まってってことをせず、この天候だしこのままどうせ繋いだって雨足強くなったらどうせ無理なんだからって多分思ったと思うんですけど、結構シンプルなボール繋ぐようになったと思うんですよ。結局俺あれが良かったなと思いますね。ビルドアップで行かない大宮を、ビルドアップする大宮が来るハイプレスでちょっと苦しめられる、このままだったらどうしようを、じゃあちょっとロングボール蹴ってみないか、その判断によって大宮のそのハイプレスがだいぶ薄れたって流れになって、結局山口がその、ロングボール使った結果でハイプレスを買いくぐる策に成功したってところが、最終的にはまだ後半にはなりましたけど、先生掴んだ要因に俺つながったのかなと思ってます。うん、あーショーン選手ね、誰にかくら、あ J リーグでか、
俊介、中村俊介っていうその花のところはちょっと分かんないけど、すぐ多分海外に行っちゃうと思うから。でもじゃあフリーキックっていう観点で言うんだったら下田北斗じゃないですかね、やっぱり現状。うん。ティドモさん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。千葉選手と香川選手がクローズアップされた J リーグタイム。まあそりゃそうだよ。香川真司。おお、すごいね。さすがに知ってる。うん。井上まあ。いやあ、すごい。さすがね。たくみさん、ガンバ。去年までは相手陣地にすら持っていけないケース多かったですもんね。昨日は宇佐美がヤトさんみたいに見えました。わかりますね。やり方はちょっと違う。もちろんヤトさんと宇佐美高志は違うことはもちろん多々あるけれども、そもそもちゃんといける、あの相手のいろんなラインを突破できてる、あのガチャガチャしてそのどうにかこうにか突破するじゃなくて、やっぱ普通にできたっていうところがあるので強いなと思いましたね。あの安岡さん、そうだ、徹底討論見ました先生、遠慮がちでしたね。あの遠慮がちも何も、だってあれよ、あの俺そのあの周りのスタッフさん含めて全員と初対面ですよ。初対面で、特に小沢さんなんてほんと初、あの俺ら6時から、あの前日の6時から撮ってたんですけど、なんだっけ、あの6時10分から収録始まったんですよ。6時にみんな入ってきて、たった10分間スタッフさんから説明受けた段階で、小沢さんとはその、だって最初に、あ、小沢さんこんにちは、よろしくお願いします、はじめまして、ドーミルク佐藤と申します、ミラーカノで、次がもう本番内の発言なので、遠慮も何も3人はもう知った状態でやってて、俺だけ1人初めてでやってんだから、それは無理だなってのを感じましたね。大丈夫でした、今マヤさん、はい、なんかありましたね今ね。はっ、うわーってしゃべしちゃった。ねえ、ありましたわ。阿部大勢スタメン良かったね、コウさん、確かに。そうだわ。ヒロピさん、確かに前に蹴る感じでしたね。大宮かなりラインが高かったのもありそうです。だから、あれをだから、多分選手たちの判断だと思いますけど、それをできて相手崩したって感じだから、あれは相当いい勝利だっていうふうに見ていいと思います。うん。J リーグのタイムでチラッと映った。え、何映ってた？これ何、コトブキさん映ってたのかな。荒田さん、お互い探り探りの印象でした。そりゃそうよ。多分あのそれこそだって見るわけ見てもらってはないから、3人からさ、マジでこいつ誰だもん。そりゃそうだよ。しかも1人だけだって、3人とも同い年ぐらいで、俺だけ10個以上下だから、10個ぐらいか。それもあるよね。マヨさん向けに、酒のつまみベスト3は難しいこと聞くね。うん、あ、じゃあ俺あれいただいていい？1個。大福。うん。はるみさん、柏は守備で食いつぎすぎてスペース使われたの気になりました。寄せるかステイするかの判断は試合を重ねるうちに整理できると期待します。できると思いますね。じゃあちょっと皆さん、目的のこちらいただきます。ティッシュする？はい。おーい。おーい。ノーミルクさん的にはグランパスは343と352どちらがいいと思いますか？まあ、結局長井とマテウスがいる状態で話すんであれば343だと思います。彼らを交代する前提なのであれば、え、待って、これ袋、あ、なるほどね、食べられませんを入れるためのこれ袋だったんですね。中じゃねえんだ、中に入れたって良さそうなものだと。いやー、豆食べるわ。いただきます。おいしいな、おいしいな、優勝したな、あら、おめでとうございます。うん、おめでとうございます。おやすま、イギさん、イギさん、おやすみなさい。うまー、今日休憩ね、休憩して。うん、うまー、大福食べる？いい。うん。お腹いっぱい。なんで？なんでも何も。さっき夕飯食べたじゃない。そうだよね。うん、じゃあいただきます。いやー、このね、柔らかさが本当にいいですね。
踏み込みいけんの。ん うまー。元のゆきさん、マメクってブラジリアンみたいにお尻でかくなりたい。そういうこと。マメクってお尻でかくなるんですか。わかんない。わかんないね。お尻大きくなりたいのか。ねえ。ちょっとこの間ね、我々ちょっとブラジル料理食べたんですけど。うんうん。食べたね。お肉ね。うん。めちゃくちゃうまかったですね。美味しかったね、うん、いっぱい食べたね。また食べに行きたいですね。行きましょうね。 うん、うまかったわ、うん、うん。喋った喋った。まだちょっとなんか新潟方面の話とかまだしてなかったような気がするんだけど、食べ過ぎると血糖値上がりますよ。今に始まったことじゃない。正直ね。でもね、俺ずっと一日中お腹空いてるんだよね。脳みそ使うからね。まあね、30年近くの話で。うん、お、なんで脂肪酸知ってるの？なんで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 知ってるの脂肪酸？なんで知ってるの？びっくりしたわ今。脂肪酸。そこよそこ。そうよ。そうよ。びっくりしたわ。美味しかったね。マヨさん向けに鶴舞う形の？群馬県。形ってこと？うん、あの群馬の県の形。うん。ブラジルで食べ過ぎといえばバルバッコアだと。ああ、なるほどね。めちゃくちゃ食べたわ。そうなんだ。うん。めっちゃ食べた。ノーミルクさんはメガネということで、まずは宗教メガネさんにゲストで登場してもらいたい。これよく言われるんですよ。ただ喋ることがないんですよね。これ問題な。うん、俺とこれだから俺とレオさんでもそうだし、俺とあと山淳さんでもそうだし、俺とメガネーズさんでもそうだし、それこそ平畑さんでもそうですけど、ここって結局お互いのコラボしても正直やることがあんまりないんですよね。うん、あの要はそんなにこうファン層みたいなところが違ってないから、ほぼ似てるところだから、コラボしたところでいわゆる相手の人がこういうこと考えてるよう話は確かにできるんだけど、多分そんなにね、あの思うほどの効果がなさそうってのがあってってのはあるんですよね、とりあえずね。うん、メガさん、なんか食べたくなった。ハッピーターンは昨日試合見ながら食べたし。ハッピーターンね。ハッピーターン。うん、ケイスケさん、何でもとりあえず口に入れたら血糖値なんて軽く上がるよ。気にしない気にしない。高橋さん、バロックは有名ですよね。大阪にある店行ったけど美味しかった。あれはうまいね。あれはすごいうまい。ノーミルクな人でも大丈夫な店ですしね、うん、最高です。う、ね、うん、焼きチーズ以外、うん、あとなんか野菜のドレッシングのところもね。あ、うん、あそうなのか。そうなんですよね。だから例えばってまた難しいのが、僕らなかなかそのコラボするっていう風になった時にちょっと難しい立ち位置だなと思っててね。メガネーズさんはそういうこと僕らじゃなくて、やっぱ普段からやられてる通り、元々のその人脈があるから、あのいろんなそのやっぱクラブの関係者の方とか他のメディアの方を呼ぶってので、やっぱいろいろ相乗効果出せるじゃないですか。であと同じ言ったら、まあ、山淳さんはあんまそういうことやんないけど、まあ、それちょっと置いといて、あと誰って言ったっけ他に。山淳さん、メガネさん、平畑さんか。平畑さんもそっちだよねってのがあるから、僕らもやるんだったらそういうそのクラブ関係者の方行くっていう風になれば話は別なんですけど、そこはそこであんまり求められてる気はしないってのがあるので、まあやれたらやるってのがあるんですけど、だから同じ業界内でやってもなーっていうのがちょっと悩みでもあったりしますね。うん、お肉界のわんこそば、確かにそうだ。バルバッコは、あのわんぱくのあのスタマクを持たれてる方は絶対行くべきだなと思います。あ、にじのちさん、ありがとうございます。ノーミルクさんの解説、これからも楽しみにして、ありがとうございます。グラファンなので、グランパさんのことはまたまにネタにしてください。もちろんでございます。おやすみなさい。ありがとうです。おやすみなさい。安岡さん、中村圭とまた貴重なゴール決めましたね。夏にどこに移籍しそうですか？一番はリバプールかなと思います。本人が断ったって話もあるので、で、現に、ケイト自身も何チームか断ったらしいっていうのがもう、ね、自身でも言ってるぐらいのレベルなので、でもなんか、三笘が移籍するんだったら、ブライトンリアルかなってちょっと思いますね。プレミアまず行くっていうのは大事かなっていう。
思うところ。ただ本人がプレミアよりねドイツ行きたいって派なので、堂安もそれっぽい感じしますけど、だからなんかドイツ行ってもおかしくないかなっていう。だからライプツヒとも言っておきたい。社長の好きなチームはどこの国なの？イングランド。プレミアリーグですね、トッテナム。ガリ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 、ね、そう見るとこれもトッテナム色に見えるでしょ。見えないよ、どういうこと？あの白いから。あ、そうなの。ええ、はい、かわいいのよ、うんうん。行こうと思って行けないお店、六本木のバルバック。いや、奥さんと娘さん連れて行くべきです、ジャッカルさん。行くべきです。うん。ぜひ。ぜひ。特別な日にでも。うん。うん、行ってみてください。万有熱は冷めてきちゃったの。万有熱はあれでしょ？万有熱はあれなんだっけ、あれ、小田でやったんだっけ、違う、松村優太だ。松村優太ね。ってやったからね。あの時はやっぱりそれはそうでしたけど、やっぱり俺はでも撮ったので、それは。杉並さん、こんばんは。こんばんは。松橋さん、日産時代の選手の時イケメン、今もイケメン、新潟注目してるんですが、ぜひとも。もちろんもちろんだけど、新潟そこまで大きく何かが変わったわけではなかったので、序盤からいきなり説明してもしょうがないなってのがあるので、ちょっと置いときます。もちろんもちろんもちろんって言い方おかしいね。スラビアハル、いや、スパルタプラハね、チェコのね、スパルタプラハね。今回に欧州移籍しそうな選手いますか？たくさんいますね。大量にいすぎて誰を言っていいのかわからないぐらいなのと、あのこの冬にオファー来て断った方がめちゃくちゃいるので、その方にもう一回来るって可能性はすごく高いと思いますから。まあ、分かりやすいとこ言ったらやっぱり松岡権田がそうですよね。まあざっくり言ったらそこからよね。あれ結構飲んだんですか、ほろ酔いは。はい、もうちょっと、うん、うん。おすすめお願いします。おすすめはもうめちゃくちゃいますよ。 J1、 まあ今 J2 で2人いたら J1 3人ぐらい上げとこうかなと思いますけど、まあリアル、まあ、マリノス角田、うん、まあキャプテンだからないと思うけど川崎橘田、うん、これもかなりリアルかなと思いますね。あとは誰でしょうね。まあ結局どうするのかって意味では今波もあるかもしれないなと思いますし、イングランドってイギリス、うん、けだまさん、こんばんは。権田さんも、権田さんもそうです。先ほど言ったら権田、松岡がそうですね。あとで言えばね、ガンバ、ハンダ、リク、山本、リヒト、広島、三津田、鳥栖中野、レイソル、細谷、東京、松木、まあここら辺はもう、あと岡山、佐野とかもそうですよね。新潟、水戸、うん、まあダブル佐野って言った方が正しいような気がしますけどね。ケイトさん、こんばんは。こんばんは。中東に移籍しそうな選手、あの岩波サイアタックはあるかもしれないです。うん、ただあの夏に関しての中東はないと思っていいと思います。ACL でもう一回見るって感じになると思うので、まあ浦和、広島、甲府、ナワリノス、川崎のどっかからっていうふうに思ってもいいかもしれないですね。だともすれば小塚とか出てくるかもしれないですね。山原もそうかもしれない。でも海外はなんかね、本人がね希望してないんですね、まだ今は。だから来てもいかなそうな気はします。あのね、なんかね、 J1 やっぱ上がらせたいんだって。やっぱり自分の活躍もできた、ある程度はできたのに、それでもチームに結びつけられなかったっていうのがめちゃくちゃ悔しいみたいで、彼は多分 J1 戻ってからだと思いますね、行くなら。か、今年1年に行けなかったらもう一回個人昇格してからだと思います。うん。昨日松村初めて見たが、なぜかゲームで松村をたくさん見た思い出しかなかった。まああの時はめちゃくちゃやったもんね。そうだよね。クラブ愛ですね。まあクラブ愛とも言えるし、まあね。3月の代表戦、未招集の選手が多く呼ばれませんかね。プレミアだと労働許可証の問題もありまして、ね、そう簡単ではないでしょうが、あの僕はあんまり呼んでほしくないんですよね。あの日本サッカー界のためで考えるんであれば。6月に結局新しい選手を呼ぶ機会っていうのは絶対できるので、3月はどうか、それこそ
やっぱワールドカップメンバーを多く招集してもらって、各地でそれこそ、わあ、代表の皆さんありがとう、あの時の感動ってなる方が、俺らはさ、やっぱりこう、サッカーをめちゃくちゃ普段から見てる人間だから、そろそろ新しい選手、やっぱりあのサムライブルーのユニフォームで見たいっていう風になるのは間違いないんだけど、やっぱり代表もやっぱ金が必要なんですよ。お金必要ですよね、マヤさんも、はい、皆さんもお金必要でしょってなった時に、絶対に金が取れるっていうコンテンツをバンって出すのと、金新しい人呼ぶと金取れない確率の方が上がっちゃうんですよ、今回の場合だと。どっち取りたい？絶対金取れるレベルと。俺はね、やっぱマネタイズすべきだと思いますね。金ないからね、代表は。ケイジさんこんばんは、しおれさんこんばんは。こんばんは。永田くんはよほどのことがない限りは多分ないと思います。だ先にやっぱりチャレンジさせるんであればコウスケだと思うし、やっぱ谷大迫の方がってのは今回はあると思いますね。うん、清水はそういう選手を大切に城のワール。まやさんがにっこりしました、ありがとう。足場さんかわいいね。城のワールってあれでしょ、米田でしょ。米田の、うん、何かは分かってないんだけど、デニッシュ系、うん、私は食べられないやつ、デニッシュ系ね、うん、はい、はい、デニッシュって何？パン、パン、なんか バターが多めのケーキみたいな、なんだろう、パンとケーキの間、なんかちょっとなんかクロワッサン的な要素がある感じ。あ、サクッわかんない。ちょっと重い、あ、軽いけど重いみたいな。シェイクシャックとは違いますか？シェイクシャックとは違います。ちょっとよくわからない。すいませんでした。はい、吉島さんこんばんは。いつもツイートありがとう。参戦しなかったけど JFA チケット入手大変だったみたい。あ、そうなんですか。へえ。そんなことが。もう前川くんは呼ばれないかな。まあ4年後やっぱ考え、3年半後か。3年3ヶ月後考えなきゃいけないかなって思ってて、西川東口も俺はもう選ばれることはなかなかないとは思ってるんですけど、まあもう川島さんはないですし、まあでもやっぱ順番的にチャレンジさせるんであれば、中村康介、小久保レオブライアン、永田美代の方が確率は俺は高いかなとは思います。国内有望株で行くんだったらそれでもやっぱ佐々木正人、ね、谷康生、大迫圭介、あとは新潟の小島くんとかの方がまだ可能性は残るのかなとは感じますよね。松木は呼んでほしいです、盛り上がると思います。ただね、安岡さん、俺もね、松木くんに関してはやっぱ呼んでほしいっていうのがあるんだけど、松木くんはアンダー20が終わった直後なんですよ。なんでちょっとコンディションにあからさまに課題を抱えた状態で呼ぶことになるっていうか、あれですよ、だって3月18日に決勝あるのよ、アンダー20の。まあこれだから決勝まで行く前提で話すけど、決勝行くのが3月18で、国内に帰ってくるのが多分3月20日になるはずなんですよ。で3月24試合なので、森保監督からしてもコンディションがその時どうなのかってことを凄まじく読みづらい状態なので、俺は呼ぶって書いてたメディアもあるけど、現実味は薄すぎるなと思います。俺は呼んでほしいよ。俺は呼んでほしいから前提ね。元の奥さん、今年の夏は女子ワールドカップ、来年の夏はパリオリンピック、ユーロ、コパ、アメリカプラス、来年の1月にはアジアカップもありますよ、ある予定ですよっていう方が正しいかな。面白い解説したケース獣の予防見てみたいけどね、確かにね。ゴールキーパー大国になりつつあるし、 PK もっと強くなるぞ。 PK をもっと強くするためには3月に発売するフットボール批評を購入いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。買ってくれると、買っていただいた冊数の分だけ、マヨさんのお小遣いが増え、何を言ってるなるかは分かりませんでした。さださんこんばんは。こんばんは。対戦相手岡山でしたが、得点者はもちろん川野選手のコーナーキックいいなと思って観戦しました。去年アシストすごかったですからね、今年も右足に注目ですよ。先生のおすすめの海外リーグにいる二重国籍の日本人選手を教えてください。
そんなに俺も分かってるわけじゃないけど、でもやっぱりまずあれですね、アベルカンプシンタカールをまずはいいかなと思いますね。マヨさんのお小遣い増やそうぜって元抜きさんから今クラブみたいになってます。マヨさんがイエ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 イフーみたいな。ケイネさん、そのフットボール費用は事後を持って休館で、残念。そうなんだよね。でもやっぱちょっと今の時代ちょっとやっぱ噛み続けるのはなかなか難しいですよね。うん、ちょっとあのあれですね、さっき二重国籍の日本人選手ってところはちょっと別途特集を組もうと思ってますので、3月くらいにちょっとお待ちいただければと思います。たくさんいるからね、ほんと。エロデモさん、敵ながらマイクマー選手代表ワンチャンありそうに見えましたが、どうでしょうか。マイクマ選手はすごいと思うんですけど、あのやっぱり海外で今めちゃくちゃ結果出してる、やっぱ橋岡、菅原、室谷聖っていうのがやっぱりいたりするので、であの山根美希でしょ。なんでマイクマ選手はすごいよ、すごいんだけど、より上はいるぞってのは感じます。うん、なんならね、旗手くんが右サイドバックやる可能性だってゼロじゃないですからね。まあ、インサラハブでしょうけど。セビラさん、こんばんは。ゴールキーパーの PK 強化、マーさんの案は面白かったですね。 P1 グランプリやってほしいですよね。二重国籍の人何人いるんですか。あの U にもうあの何十人のレベルでいるので、何十人じゃないですね、100人近くだって今ヨーロッパにいるだけでそれぐらいいるらしいですから、ちょっともうどうすればいいってレベル。うん、だってね、3年前ぐらい、3、4年前で考えたら山口瑠衣だってそっちのパターンで考えていいわけでしょ。今水戸にいるけどさ、どうなるかは分かんないけど、代表に絡んできた、だからあのなんだっけ、反町さんがこの間なんだっけ、去年か、去年の中であったのだけで二十何人いるんでしょ。よ、みんなそのパリ世代か、そうか、パリ世代クラスの選手で会いに行けたっていう、そのいろいろスケジュール面でのコンタクトが取れたっていう人で二十何人いるので、まあねえそうなのよ、40人50人いると思っていただいていいんじゃないですか。だからそこまで俺も全員知らんなと思うから、何人かもちろん有名なね、そのユースにいる、ユースっていうかアンダー中級とかにいる選手ね、分かるのいるけど、だからなんかなんだっけ、 JFA サイドとしてもそのいろいろとこう探してるって話はされてましたから、じゃその方々が全員来れるってなったらまた大変ですよ。代表200人クラスになりますからね。高健、こんばんは。代表が新しい選手発掘するのは左サイドバックかな。まあそうでしょうね。冨安だって考えても、冨安も怪我も持ってるし、まあ、中山雄太が戻ってきたら話が変わってくるかもしれないけど、もうちょいだからね、前進性のある佐々木翔、中山雄太あたり、まあ伊藤洋樹もそうですけど、そういうタイプではないので、いわゆる長友さん関連のパターンで考えてとか、まあそのパターンで一人誰か欲しいですよね。なかなか左サイドバック少ないですからね。鉄パイプさん、こんばんは。日本代表すごいね、確かにね。J リーグ経由しなんでヨーロッパ移籍してる選手多くなってきました。これはでもいいことだと思いますね、僕は。うん、カシーフも入ってくんじゃないですか、強いて言えば。うん、光月は可能性ゼロじゃないと思いますけど、あの他の初招集組の可能性の選手に比べたら、あの森保さんが見に行ったタイミングで出てるので確率は高いと思います。ただ前線メンバーに欠員が出なきゃいけないんで、ワールドカップメンバーがほとんど別にさ、悪い活躍してるわけじゃないじゃないですか。みんないい活躍してるので、その方々は基本呼ばれると思うんですよ。そうなると、なかなか前線は新しいメンバーちょっと難しそうな気がしますね。強いて言えばね。誰だろうね、呼ばれないってするならば。まあ、ガクちゃん。まあ、もしくはちょっと日程見てないけど、まあ、2部組だっていうんであれば、青も。外れる可能性と、負傷の度合いから考えると冨安、森田も来ないって可能性ありますけど、あくまでそれはみんな中盤の選手なので前線じゃないから、むしろそれだったら橘田君とかの方が可能性高いと思うし、むしろ岩田智樹ってそこに急に来ても俺はまあ納得はするし、原口元気の復活、旗手レオあるでしょうからね。うん、俺この間それね、あの動画出しましたけど、
南の入れないことを前提にしてたってのもありますけど、森田来ないんであれば鎌田やっぱりボランチに下げて、で原口入れて旗手入れてであればもうこれだけで成り立つし、して川辺っていうのを入れられる可能性もありますからね。うん、迫害ではないですよ。 J1 縛りに対してこれ迫害ってよく言うような方とかいらっしゃって、それは違うよってことを言いたいのが、じゃああれなんですよ、代表に連れてくってことは可能なんだけど、リーグ戦あんだけどって話になっちゃうんですよ。じゃあこのワールドカップでも正直何でもないタイミングで、もちろん清水がそれでも持ってっていいよっていう場合には別かもしれないけど、あと3年あるんですよ本大会まで。なのでこんなところでベストイレブンなんて組む必要性全く持ってないわけですよ。ただ今回に関してはワールドカップ後で初めてそれこそ代表をお披露目できる、お見せできる、だから本当凱旋っていう形のことができるから、いや金お金いろんなところからマネタイズするためにいておくっていうのはマジで必要なんですけど、3年もいる中でそこで権田さんをブランで取って「おら貸せや!」っていうふうにやって、リーグ戦それで例えば清水が負けましたってなるようなもんであれば、そこで急に JFA と清水に亀裂入るんですよ。必要ないでしょそんなことっていうね。ね、ケイトさんも書いてる通り、その全くそうでもないところで持ってきて怪我させましただ、リーグ戦の方のチームで大変なことがありましただっていう風になるとあんまりよろしくないですよ関係性が。だから森保さんはそういうことがないようにいろんなところでちゃんと調整して実際にお話もされてるんですよ。最悪でもズームのミーティングみたいなのもしてるんですよ。だからなんかそういうなんか記事とかでも上がってくる新聞社のとかで、ああいう角度マジでしてほしくないし、そこら辺ちゃんと交渉やってんですよ。頑張った泣いちゃったマヨさんが今ね頑張ったのにね、タイミング外してきましたね体内がね。よかった鉄パイプさん覚えといて。あ、ケント三沢も出てほしいですね。怪我でキーパー足りないとかならね。なんか聞こえたぞって光景が大爆笑、聞かなかったことにしてください。そうですね、コーパーアメリカもそうですね。皆さんすっこけたかってイラ CD でね、 CD でね。だからやっぱ借りるためにもとかいろいろ JFA とのいろんな絡みとかで考えるんであれば、やっぱりなんならシュミットは絶対、まあ、できればゴールキーパー3人のうち誰か絶対入れるべきなのでシュミットを入れて、まあ、中村浩介入れるか、まあ、谷大迫にするかの本当に二択だなと思います。中村、谷は大迫、もしくは谷大迫かなと思いますね。キーパーはもちろん怪我の可能性が今後もまだ残ってはいるので分かんないですけど、まずねそういうもんかなとは思います。代表にも SD を用意しないといけないかもしれない。あ、でもね、だからそれ山本昌邦さんでしょ、反町さんに加えてなったっていうのがあるから、だからそこら辺も大丈夫じゃない、人数的にも。趣味中村谷で良いかと、中村がゴリラ化して風格出てかっこよくなってましたね。それもありますし、やっぱりセーブのところとかちゃんとそのゴールキーパーのそのデータ部門のところでポルトガルの上位にいたりするので、本人が断らない限りはまあいいんじゃないっていう、それでやっぱりいいよなって僕も感じます。ただ別にやっぱ大迫選手に関しては J1 で歴代4位の選手なので、そのセーブ率とかに関して言えばですけど、そのか防御率かに関してはそういうのがあったりするので、僕は外す意味は全く持ってないなと思うから、まあだからあとは谷選手がその段階でちゃんとずっと守護神続けられてたら谷君は入るだろうし、そうじゃなくてまた東口さんがっていう風になるんであればやっぱり大迫かなって思うので、まあ、3人で2枠を争うって感じなのは間違いないかもしれないし、なんなら4人呼ぶかもしれないしってのは俺はあるのかなと思います。去年とかおととしまでの東京オリンピックの時であればちょっとねまたいろいろ考えなきゃいけないってのもあったかもしれない。だからパリオリンピック世代の選手を急にこっちに持ってくるっていうふうになったら
ちょっと問題だったかもしれないですけど、そういうわけではないので、まあだったらってのありますよね。でテトロン途中までしか見れてないけど、やっぱりやり方はどれじゃなくて3年後に選べるって選択肢は大事だよなって改めて感じました。だからこそ、モテるようになりたい。そうですね、もうプレスはでき、俺もその中でずっと言いましたけど、皆さんもおっしゃってましたけど、俺はその中でも別にこの試合のところで結局は代表ってトレーニングマッチができないので、もう集まり方からしても紅白戦なんかもなかなかできないし、昔やってた大学生との調整試合みたいなことすらもうできなくなっちゃったわけだから、そう考えていくんであれば興行しながらそのトレーニングもしていかなきゃいけないってのはもう今だったらもう明白なわけで、っていうふうにするとプレス強度をより高めようなんてことを今やってもそれ見たしって話だし、それ今やったところで何の積み上げもないんだから、多少ちょっとブレブレになろうとも俺はビルドアップでいくべきじゃないかっていうのは今のところはまず感じますね。代表大城のクラブは代表のために日本まで行って試合出ないなら行かせない話はつい最近まであったと聞いた。そうですね、ただそれはもう森保監督が随分そこ交渉するようになったから、今回はこういう事情で呼びたいんですけどに対して OK なのであれば、それでも OK って言った場合はやっぱり OK だし、それだったら行かせらんないなとか、それだったら1回限り1試合だけはいいけど1試合やったら返してくれとかっていうパターンもあるからね。コウスケ持ち上げるの早くないって個人的には思うけど、まあでもデータ残してるだけ俺はそれはありなんじゃないって思うけど、ただだったらでも他に大迫でよくないって言われたら俺もそうだなとも思う。権田君が早く清水を1に上げ J1 に上げるしかない。それはあるね。カーベはウルバーハンプトンに戻れますか。これはねのっぴきならない事情があるんですよね。俺は見るわけでは正直戻れそうだよねって話したけど多分戻れないと思います。これ細かいんだけど、なんかねあるんですよ、ポイントみたいなものが。プレミアでやれるためのポイントみたいなのがあって、そのこれと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 これっていう風になんかそういうのをちゃんと達成してないとダメなんだけど、これ別に得点数とかじゃないんだけど、そのチームで例えばヨーロッパへのその出場権利がうんぬんとかって話なんだけど、だから強いて言えばグラスホッパーでその CLEL のグループな予選とか出てたら話は別なのかもしれないけどって感じですね。まあそういうことですね。後継そういうところもあります。そう、労働許可証の中でちょっと問題っていうのがあったりするんですよね。それが課題です。果たしてビルドアップの有識者が首脳陣にいるかどうかなんだよね。だからそのために七海さん連れてったってところがあって、七海さんをコーチで連れてったんじゃ俺はないと思ってるんですよ。あれはコーチじゃないですよ。七海さん国内の監督です。あれは監督だから、ビルドアップやるのは七海さんっていうよりも前田良一さんと選手です。監督にそんなことやらせる必要性はないんですよ。でその七海さんが売る現場の上長みたいな感じなの でその現場の上長だけど彼がやるんじゃなくてその下がいる。で前田良一さんがそれを全部担当した上で選手に誰かそのキーマンを作る感じになると思います。まあ多分鎌田か久保かって感じだと思いますけど、多分だけじゃないかな。国内の選手なのであればそういう場合に連れていくんだったらというか仕込ませるんであれば水沼、西村でも彼らの言語化能力がどれほどなものなのかがちょっと分かんないんで、安さん、小黒さん、こんばんは。立花田くんリアルかなちょっと思ってます。あ、よく知ってますね陽介さん。ポイント制で12ポイント取得しないと労働許可証が下りないのでそれが大変だと思います。そうなんですよね。そうだね、さっき言ったそのポイントっていうのもそういうのあるんですよ。で多分ね、その川辺君とグラスホッパーはそこがねちょっと足りてない話になると思うので、それがね問題です。ああ、そうです、藤田ジュエルチームも入ってくるね。藤田ジュエルチームだったらはいできるんじゃないかなと思いますけどね。デスパイプさん、PM、PL、TL みたいな感じなんですか。ちょっと PM が分かんないんだけど、ちょっと分かんないんだけど、でもそういうことです、そういうことです、要は。そういうことと考えていただいても大丈夫です。セビロスさん、イングランドとスコットランドの労働許可証は何が違うんでしょうか。僕も分からないです。僕も分からないです、それは。どう言っていいのか分からないですけど、僕はちょっと答えられないです。ごめんなさい。さすがに
ちょっとパスポートしか持ってない人間なのでね、ここね、ん、ね、ね、まやさん、うん、パスポートね、海外行かないからね、我々はね、我々は、我々はきっとずっと海外には行かない、行かない、ワールドカップを見れるよと言われても行かない、怖い、日帰りなら考える、あー日帰り、日帰りなら考える、俺、日帰りなら考える、考える、俺ちょっと無理、え、じゃあ一人で日帰りしてくる、行ってらっしゃい、うん、頼むわ、うん、ビルドアップはサッカーやってても実はよくわからんこと多いから初歩的な解説から動画が見たい、まあそうですよね、っていうかあとよく言われる話で日本人は、あ、そういう話ね、チームリーダーかなるほど、 TL はいやー無理、怖い、あらゆるものが俺は怖い、海外は食べ物ね、ビルドアップよりね、問題はやっぱりね、ディフェンスのことをね、日本人って仕込めないっていう話がやっぱりよくあるので、皆さんびっくりするかもしれないけど、本当日本人監督の皆さんがなかなかそのディフェンス仕込めないんですよ、ほとんどの監督が。韓国あたりくらいしか日帰りできなくない？日帰りで行ける海外なんて新大久保くらいや。もうほぼ韓国ですね、これはね。うん。うん。ビルドアップ確かに歴史からよくわかんないね。スコットランドはすごい、涼介さんありがとう。スコットランドは労働ビザの範囲が、ん？緩い。イングランドみたいなポイント制ではなかった。あ、なるほどね。そういう差があると。あと、イングランドとかプレミアあれですよね。あの、FIFA ランキング100位以上じゃなきゃダメとかありますよね。100位以上だっけ、なんか何位以上じゃないの人じゃなきゃダメみたいなのがあったはずです。それ突破するには多分なんか別途違うなんかだっけ。その辺ガンバとか時間差で例えば化けそうで怖い。なんかねやっぱこれもうあるらしいっていうところで、うん、今日ヒロープラザでマヨネーのブルーレーベル系女子を見かけましたが、いましたって、ん、柴さん、いや、私じゃないと思います。てれてれ、え、やったね、てへ、てへへして、ヒロガールになった。ヒロ行くことほぼないでしょうからね。ヒロ行くことないですね。ヒロにでもこの間言ったけど、あのいい、あのサバの味噌煮を出してくれるいい定食屋さんがあるんですよ。へえ。そこはあとね、あれカキ、あ、フライ食べないか、でも、うん、なんか俺カキフライもともとダメだったのね。カキダメなの知ってるでしょ、うん、うまかったのよそこで食べたら、うん、っていうことがありました。あのね、ちょっと戻すんだけど、徳島がねやっぱり面白そうですよってのがあって、あんま皆さんちょっとえって思うかもしれないけど、これあのガンバの皆さん、ガンバの皆さんに伝えておこう、あと浦和の皆さん、あのね徳島ね移籍金取ってましたね。ああなるほどって俺感じましたよ。浦和とガンバは徳島に監督の移籍金払ってました。すごいなって感じるし、多分だからラバインさんがよほどしなんかミスしない限りはラバインさんも多分 J1 行きますよ。もちろん徳島が J1 に行くってことはあると思うけど、それは一旦置いといて、行けなかった場合でもラバインさんは多分個人昇格で J1 のどっかの俺買うと思う。うん、そうなの、あのね徳島が一番ちゃんとしてるかもしれない、遺跡のビジネスで。なんかねこれちょっと聞いた話ですけど、あのスペインの皆さんってあの正直そのリカルド・ロドリゲスであろうともポヤトスさんであろうとも、なんでリカルド・ロドリゲスにさんつけなかった、リカルドさんでもポヤトスさんでもラバインさんでもこれねやることほぼ一緒なんだって。やることほぼ一緒というか9割5分ぐらいのところまではスペイン人監督ってその講習だ、スペインのいわゆる実務っていうかそっちのそのライセンス取るでしょ、その段階で取ってそれでこういうことやるんだよっていうパッケージがもううまい、もう出来上がってるってところがあって、それを落とし込むためのやり方ってところまでほぼ一緒で、最後それぞれの個人のその趣味嗜好ってところは多少違ってくるところとか、あとはその時代においてちょっとやることがとか相手によってちょっとやることが変わってくるっていうのはあるみたいなんだけど、だほぼ一緒なんだって。
だからこれからもおそらくラバインさん売れたとしても多分次来る監督徳島またスペインでっていうのが続くと思うんだよね。どうしましたマヤさん、そろそろ私眠いよって。決め顔してみただけです。かわいい。監督も契約残ってない、移籍金取れるのはありえる話。そういうことですよ。これうまいですよ。あるいやいや俺待て、ロティーナとアルベルに関しては受託したもん。 なんでだ俺は徳島の話をしてるんですよ。徳島の話はこれスペイン、あでもだスペイン人監督っていうところで言うんであればパッケージの話はロティーナさんもアルベルさんも一緒。うん、だからロティーナさんちょっといろんなところでやったら、やったところが一個問題だったなと思いますね。まああのまあベルディとでセレッソからはなぜか解任され、で清水と神戸、だからなんかこれはだから多分徳島の流れも多分みんな知ってた上で、じゃあうちもってやった結果、なんかやっぱりこのクラブとしてそこまで成熟してないというか、最初だから徳島はリカルド・ロドリゲスさんを連れてきてたことが良くて、もうだからスペインのやり方ってこうだからってことをチームとしてもう認識してる状態でやってるから、こんだけあの次々とスペイン人監督が来ても成り立ってるってところがあるけど、月焼き場でやるにはちょっと時間与えなきゃそれは無理だよってキャンプからって思いますね俺は。同説が増えてる、1時間半経ったのに。わ嬉しいね。これ飲んだのも、うん、あ飲んだんだっけ。あのさお願いしてもいい、ごめんなさいね、お酒飲んでいいから。もういいよ。もういいな。今日何杯飲んだんだっけ。黙れって顔されてしまった。冗談だよ。お酒飲んでるからね、ムーさんはいつもお酒をすごくいいなと思うんですよね。今水取ってきてもらってます。あのなんだっけ、あそれなんだっけ、ウォーターサーバーね、ありがとう。もうなくなる、まだありそうよね。ありがとう、いただきます。乾杯。美味しい。マヨさん、マヨさんって次の店なんか。何何どうしたのって。何何0時を回りました。回りました。2月20日です。20日。うん、おうん、そもそもベルディ以外は守備構築のロティーナさんと合わないっぽいのになぜ呼んだのかと。本当そうよね、正直な話。本当そうよね、正直な話。そうよね、まあ、セレッソは良かったかなと思いますけど。使いにはお気をつけてってセビロスさんから。大丈夫、ハイホーフってウォーターサーバーいいんです。いい、使い勝手はいいね。ゴミが減って良いです。確かに、うん、あのそうじゃなかったらね、もう1日 3,4 本ペットボトル2リットルの大きいやつだね。うん、そうなんですよ、うん、杉並さんから呼んだだけですって。はい、じゃあ皆さんちょっと5分間ぐらいでマヤさんに質問のコーナー。ないの？そんなことないよ。いつも新鮮な、ま、新鮮なマヨさんって何？卵みたいに聞いちゃった。はい、生まれてから3日以内の卵です。マヨネーズです。いやね。いや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 。どうした？急に。顔が痒くて花粉かな。あそろそろ、いや今日暖かかったからね、うん、飛んでるかもしれない。今日みんな暖かくなかったですか。全然ちょっとサッカーの話関係ないですけど、顔が痒いです。顔痒いです、うん、そろそろ花粉がね。あ、まゆさんの好きな J リーグのマスコットは誰ですか。えでもね、あのね、うん、なんだっけ、ちなみにシビルさん、マヨさん基本的にサッカー分かんないですからね、あの全然。あの仙台のあの子はなんかいいなと思って。ベガッタね、うん、あの適当だからね、あのちょっと、うん、特殊な感じ、特殊な感じだそうです。かわいいです。すごいいっぱい来ましたよ。好きなおにぎりの具とサンドイッチの具を教えてくださいって。好きなおにぎりの具は、うん、
なんだっけあれ、イクラと、うん、サーモン。サーモンそんな食べないの。何？イクラと。あ、サバ、焼きサバ？あ、焼きサバよく食べてる。サバ、うん。です。です。サンドイッチの具は、うん、卵です。です。あの成城石井に言ってる、うん、あの塩トリュフの入、うん、トリュフ塩の入ったトリュフ塩の入った卵サンドっていうのが売ってて、うん、それがすごく好き。俺後でこれコメント来るのが楽しみだよ。ちょっとどんなコメント、成城石井とか聞きそうな気がしますね。美味しいよ。ちなみにマヨネーズは好きですかと。好きです。好きです。好きな鳥兵は何点ですか。お店には行ったことないです。だそうです、うん、サバうまいですよねと吉島さんから。サバうまい、うん、サバうまい。やっぱ来たよ、トリュフとトリュフ塩とかセレブ。成城石井に売ってたのよ。高そうな卵サンド。でも200円台だったと思うよ。200円か300円かで高級から成城石井。成城石井言おうとしたこと先取りするなさと怒られちゃったあとは、いろすけさん、J リーグって外資の資金調達って法律上できない。法律上ってか、なんかダメってしてるんですよね、確かに。それ早く解禁してほしいなと思う。てか、ほんとさ、あの、ベッティングとかもそうだけど、スポーツベッティングもそうだし、あと、まさに外資もそうだし、あと企業名とかもそうだし、あ、なんでそんな金になることを全部やらないでいるのかってことがかなり不思議ですね。まあ、だから育った部分もあると思うんだけど、それで金ない金ないっていうのはちょっと違うなとは感じます、俺は。うん。あと好きな居酒屋チェーンは？と。居酒屋チェーン。あ、今ねくるくるしてる。あ、戻った。居酒屋チェーン。好きな居酒屋チェーンは何ですかと。難しいですね、居酒屋チェーン。でも答えなきゃいけないみたいです。え、全国にはないかもしれないけど、うん、お、なんかあるらしいです。ホテイちゃんが好きです。ホテイちゃんが好きだそうです。調べてください、ちゃんたつさん。多分東京近辺にしかないかもしれない。あら、あの行ったところでしょ。行ったっけ。行ったでしょ。え、池袋。あ、そう、うん、池袋にもある。高級外資とかはまだしも、選手をちゃんと商品としないとお金を上から回収できないけど大丈夫なのっていう。だからあの C 契約とかまあ一旦まあさておいても、移籍金だけはどうにかしてほしいですね。あのフリー移籍を完全移籍っていう故障もやめてほしいですね。わかりませぬまユージってきたわ。ホテイちゃんで調べてって。あ、あの東京来たらぜひ行ってみてください。京都にはないかもしれない、うん、ないかも。子供の教育がうんたらうるさい人たちがいますからね。まあね、んこういうの。おー、なんか確かに高級そう、卵サンド。あ、柴さんから質問です。マヨネーさんへ、トリュフベーカリーの塩パン食べたことありますかって。何それ。ちょっと調べてみよう。はい、トリュフベーカリー、トリュフだって。聞いてみよう、みんなトリュフ食べたことある人。はーいって。 C 契約いらね、年齢で年俸を抑える意味って何なのか。まあ年齢ってだけではないけど、まあでもだからそうしないとやっぱ上位のクラブがってことになってくると思うんだけど、ただその上位のクラブがっていうふうにこれからするわけなので、多分その契約は撤廃されるんでしょうね。前さんはちなみにどちらの出身ですか？群馬ですよ。はい、ポンゾーってイブ酒屋が渋谷にありましてね、ロン毛のガンバサポがいるかもですよ。んー、これはロン毛のガンバサポってことはあれだな、イフパッパさんだなきっと。トリュフベーカリーは、うん、門前仲町が本店で三茶にもあるそうです。あ、見して。あ、そういう見せ方俺写真だと思って見たんですよ。いやいや、三茶
トリュフベーカリーの店舗。こんな感じ。あそこにできたの。あ、へえ。ここ駐車場だったでしょ昔。あ、そう。なんか興奮してる。びっくりしたわ。ケイルさん、マヤさんはフライングガーデン苦手ですか？昔は苦手でしたけど、今は好きです。うん。いや、そうよね。へえ。行こうかな今度。そうね。岡鳥のうまいうまい焼きが好きです。うまい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 む。踊ってる、踊ってくれてる。JD川は野球に比べると年収面で夢がないって言われてます。年収面夢がないですね。ヨーロッパ行かない限り1億ほぼ無理じゃないかってレベルですかね。かもういわゆる優勝できるレベルのチームでタイトルを何回か取った状態で30歳迎えられたらって感じですね。でも代表行かないと無理だね、ほぼね。台湾パイナップルの次はトリュフが大輸入されてる印象。へー、トリュフベーカリー拾う手にマヨネーニの美女がいたもので、トリュフベーカリー拾う手にマヨネーニの美女がいたもので。そんなー、テレテレ全く何も出ないわよ。テレ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 出ないわよ。ホテイって立ち飲み屋さんなので、今調べた。立ちカウンターは立ちで、テーブル前お店あります、うん、だそうです。アンドレさんこんばんは。こんばんは。マヨさんはフレッシュレスバーガーに行かれることはありますか？私の地元にはないので、おいしいのかどうか気になっています。フレッシュレスバーガーでバーガーを食べたことはないけど、どうチェイラテは好きです。フレッシュレス、だそうです。フレッシュレスチェイラテ飲めるの。んチェイラテ飲めるの、フレッシュレス。どこでもあるわけじゃないんだね。確かにマックでは聞いたことないかもしれない。うん。森戸さん、昨日食べたピザがトリュフ入りだったらしいですが、風味とかよく分かりませんでした。うん。トリュフチョコレートなら食べたことあります。ああ、美味しいよね。アンドレさん、開幕は負けなくてよかったと思いました。まあそうだね。それは多分そうだね。あ、しおりさんから。マヨさん、お酒、初心者におすすめのお酒って何かありますか？まず最初に飲んだアルコールは？あのね、あれなんですよ。あれだって。あれとは。あれイズ。What is あれ？陽明酒製造さんの陽明酒製造さんのフルーツとハーブのお酒っていうのがあるんです。陽明酒製造さんのフルーツとハーブのお酒、リキュールっていうんですか？リキュール、それをなんかソーダで飲めるぐらいの濃さで割って飲んでました。ソーダで割るそうです。なんかいろんな味出てて美味しいんですよね、フルーツとハーブ嫌いじゃなければ。俺今マヨさんに止められてるんであれですけど、はい、基本的に酒飲むと朝なんかすごい紫色になるので数滴で、あれなんですけど、それでもアルコールいいなって思ったのはハイボールで、お酒を飲むって観点だと俺は多分本当にすぐ紫色に変色するのでダメなんですけど、お酒は香りをたしなむもんだって考えだったら、なんかやっぱり美味しく飲めたなってのがあるので、そこかなと思います。なるほど。リキュールは美味しいですねと。最近あんまり飲まないんですけど、うん、最近はお酒に振り切ってます。ありがとうございます、挑戦しますと。なんかコンビニとかスーパーにあるので見てみてください。わあ、すごいね。あ、オルンガ谷口始まった。いいね、頑張れ頑張れ。ハッサンスワイクさん、こんばんは。 J リーグのチームでお酒出してるところある？わからない、それはあんのかな。なんかあれなんだっけ、新潟が J1 キーで、ね、あーそっか、出してましたけど、あと松本とか長野のビールあったはずですね。それ言ったら確かに。スコッチのウイスキーを飲んでセルティックに思い忘れてます。なるほど。あとは新田さんから、おしゃれなバーとか行くんですかって。最近行きますね。
で今年の目標なんですよ。あ、一人でおしゃれなバーに行けるようになること。この間一人じゃなかったけどでもね、ウイスキーの、うん、友達と行きましたね。まゆさんのツイッターに載ってますので、できれば概要欄から飛んでみてください。お願いします。はい。元のゆきさん、ノーミルクさん、好きなスタジアムありますか？国内海外、ボカジュニアーズのボンボネーラがもうガチで崩壊寸前です。あ、そうなの。俺はね、特にはあんまりないんですけど、まあ、強いて言えばやっぱりトッテナムのスタジアムですかね。強いて言えばというか、あんまりそんなに差を感じてないところはあるので、あんまり正直よくわからないです。ただ一番ちょっと助かるのは、寒くもなく暑くもないスタジアムがいいです。それだけ本当助けてくれって話で、あとできれば横の幅が広いところがいいです。うん、隣ちょっと狭いときついです。札幌ビールなら新潟コンサートあたりは出して、コンサートあたりは出して、あ、札幌ビールなら新潟コンサートあたりは出してますと。大分あたりもそうかと。ベガルタビール今もあるのかな。じゃああるんだね。あるってか経験はあるってことだね。杉山さん、お酒めっちゃ弱くて、大概のお酒は一杯飲みきれないんだけど、起点さんのノーミルクカルーアミルクは一杯丸々飲めました。宣伝ありがとうございます。皆さんも飲んでみてください。ノーミルクカルーアミルクでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと本人はね、飲めませんけど、うん、入ってないらしいけどね、ミルク、ノーミルクカルーアミルクは、豆乳だからね、怖い、うん、でも豆乳は無理。静岡ビール好きすぎる。静岡ビール、あー、そっか、ロアスト、あ、でもこれ違うんだ。へえ。でもあれですね、もうちょい、じゃあ皆さん、もうあと5個ぐらいなんか欲しいですね。マヨさんへの質問まだまだ募集しております。あの、ついでに暇な、暇、それでも暇だなって方だけ、あのノーミルクにちょっと質問をね、あのポンって投げかけてみてください。お願いします。うちの ND スタグルめちゃくちゃ美味しいご飯ありますよ。引っ越しちゃっていけなきゃないけど、正月で群馬の地酒を販売する機会も、あ、そうなんだ。さっきも書いてあったね、出身日本人ってね、語るオルンゴ VS 谷口、頑張れ谷口。新潟の練習場は札幌ビールの工場跡地。あ、そうなんだ。すごいね、いろんなとこにビールの工場あるんだね。小学生の時に、ビールの工場に見学に行きました。なんで社会科見学、まあそりゃそうなんだろうけど、サントリーかな、サントリー行って、うん、でデカビタもらって帰ってきました。分かったね、うん、でもその時に嗅いだホップの匂いが 今でもトラウマでそう、だからビール飲みない。あ、そうなんだ。そうそうそう、ホップの香り、ホップの香りトラウマでした。あ、そんなまゆさんに、はい、質問が来ました。高級、え、はい、なんですよ。まゆさん、大学って何を学んでらっしゃったの？いや、これは答えられないんですよ。答えなくてもいいんですよ。あの、プライバシーに関わるところであれば。内緒で。内緒でーす。内緒でお願いします。内緒でーす。文系です。学問を、人はなぜ学ぶのかを学んでいたと。ハサンスパイクさん、バルセロナのバル、とにかく生ハムが太もものまま置いてあってカットしてくれるのが最高にうまい。海外のおすすめスタジアム教えて。わからない、わからない、俺行ったことないから、行く気もないから、海外わかんない。国内はスタジアムに行くだけでもう死んでる人間ですからね、忘れないでくださいね。もうってなりますからね。あと、そこから3日間立ち直れないですから、僕、忘れないでね、みんな。あれは寒かっただけだな。でも鹿児島はもちろん、初年度から無念スポンサー、芋焼酎、薩摩だっけ、島、薩摩島美人だっけ、100円なの。社会科見学、マヨネーズ工場行きました。あら、あら、いいわね。これアンドレさんと同じなんで、俺も確か笹釜行ったんじゃないかなと。笹釜か、なんかね、記憶ないんだけど、何言ったか覚えてないんだけど、なんかね、笹釜か笹釜じゃない工場に来ました。なんだそれ。何？小学生の記憶なんて一個ないよ、ほんと俺。まあ、
中高もないもん。なんなら大学もない。会社始めてからの方がやっぱり残ってますね。それ以前はもう自分じゃないので。自動車工場メーカー伏せます。あ、自動車工場も行ったよ。自動車工場も行ったの？うん。うん、俺笹かまか笹かまじゃない工場に行ったんだけど。うん、で何かを見た。ああ、ね、覚えてない。覚えてるのが。自動車工場の時になんか質問コーナーみたいなのあるじゃん。なんか工場見学の時って、なんかその何目立つ系の男子が、うん、最近いつ指ストレしましたかって質問したのを私答えずで、ね、それ答えあったの？いや。はぐらかされしてたような感じ、うんうんうん、そんな感じ、苦笑いというか爆笑だなぁ滑ってましたねそれすげえこと言ったな、うん、宮城の社会科見学ってほぼ笹鴨だと思ってたんだけどどうなんでしょう。でも全く記憶にないね、何とも言えないですね僕は。確かに三つさんこんばんは。先生は何かを見た工場で記憶を受けされた。いや、あのね、本当に単純にあのコロナ期の前の記憶ってものが、ね、ほぼないって言って、それだけの話です僕は。ミルキさんそれで検索したらきっと何でもヒットしますよ。本当そう本当そうだわ。皆さんぜひ新潟に来て札幌ビールの新潟限定ビール風味爽快にして飲んでね。ビールがねたらねちょっと苦手だってところも浜井さんあるんで、その代わり代わりに日本酒を飲みます。日本酒飲みます。うん、代わりにね、日本酒をします。日本酒を少々。日本酒いいよね。おいしい。うん、社長が忙しすぎて記憶ぶっ飛ぶんですね。あの忙すぎてってよりもあの受験勉強を始める前 の自分の人生があまりにも面白くないので、単純に勝手に記憶をオフにした感じがしますね自分で。それ以降は覚えてる結構。あのね、普通にあの炎上で楽しかったっていうものはね俺あんまり記憶に残さないので、やっぱこうなんか充実感があった時よね、やっぱ仕事とかで。それがやっぱりよく残ってます。最近のは別ですけどね。あ、来ましたよ小林さん、はい、お好きな日本酒どんなものですかって。割と何でもチャレンジしてるんですけど、うん、獺祭は好きです。獺祭、獺祭お店で飲んで買いましたもんね。そうだね、瓶をね、ね、うん、すぐ買ったわ。オッサモーニング、ムメメ、ムメメムメメ。あのバスタオル戻ってきたでしょうか。まやさんから聞いたわ、ムメメし、バスタオル飛んでったらしいじゃないか。ちょっと心配したわ。洗濯したバスタオルが。サワ姫と言えって。サワ姫飲みたい。まだ飲んでないんですよね。飲んでないのまだ。日本酒白楽星いかがですか。まだ飲んでないんじゃない。私わかんないかも。美味しい日本酒は本当に美味しいから困る。日本酒だって飲めるようになったのはここ最近ですからね。あのしかもここ最近で 2,3 年の話じゃないですからね皆さん。あの 2,3 ヶ月でもなければなんなら 2,3 週間の方が近いよね。今年の明けてからだよね。入ってからコロナ1ヶ月経ってないです日本酒まーってなって。そうだね、飲める、私の日本酒飲めるやんってなって。そうだ、焼酎は？焼酎、私焼酎を飲むっていうことはあんまり。そう、日本酒からまず入ったんでね、うん、ベランダのバスタオルが消えたから焼け酒したら気絶して日付が変わってた焼け酒目に笑ってる。焼け酒してもタオル帰ってこないよ。そうだね、タオル買いに行ってます。買いに行って、うん、これだ結構日本酒はそのまま金額にも反映されるっていうか、安酒はやっぱり安いみたいな味、ある程度以上からやっぱり結構ね滑らかな舌触りみたいなの聞きますよね。だからね、あのクランドっていう、うん、ホームページっていうのかな、サイト知ってます、うん、わからないけど、なんか酒ガチャっていうのができるんですよ。ああ、はいはいはい。1万円で4本、うん、
とかな、なんか好きなテイストだけなんかお伝えすれば、うんうん、向こうから勝手に送られてくるみたいな、うんうん、あれね、やろうかなって思ってて、うんうん、ちょっと悩んでる。いいじゃないですか、今度ね、やりましょう。やりたい、はい、酒ガチャ。あとは、ミルニー、教え子と未だに繋がってたり刺激を受けたりすることありますか。あります、ありますね。教え子だったら一番よくやってるやつってやっぱ会社を起こしましたね。うちでもともと働いてた子なんですけど、あの会社を起こし、今25、6歳かな、美容系なんですけどやってますね、うん、それがやっぱり一番かな。あとは今度一緒に仕事するのもいるし、あとうちに高校生の頃から働いてた子、今あのそのままあのうち辞めてちょっと実は芸能界入りしてっていう子もいて、でその子がそういう、まあ、そういう子もいたりしますね。まあでも各所みんな頑張ってるなって思います。早くいろいろ結婚の話とか来てくれたらより面白い、嬉しいなってのを感じるんですけど、うんね。あとはシュートの枠内率でどれくらいですごいデータなんですか。これは選手の話かな、選手の話だと思うけど、まあ 25% は超えてほしいですね。25は超えてほしいなってのはまあ覚えておいていただければ。中田秀のおすすめの日本酒とか調べたら出るかもしんないね。確かにね、昔脱サイって新潟県で販売できないってビッグカメラのお酒売り場の人が言ってたので、県外のビッグカメラで買ったことがあります。へえ、そんなことあるんだ。なるほどね。いや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 、そんな喋ってたら、はい、あ、その前に来た、ムーベメシ質問コーナー、ワイのタオル、人様に迷惑かけちゃいけないとこ、いけないと道路に探しに行ったけどないから、多分他のお宅のベランダに流れ着いてるのよ。コミュ障はどうしたらいい？まあ、これはきついですね。しかもだって、どこのベランダに行ったかがわからない状態だから。うん、じゃあ、諦めましょう。よほどなことがない限りは。うん、まあ、しかも、ここって例えば分かってる状態だったら、あれだけども、もうだって夕方ぐらいだったでしょ、タオルの問題は。最悪というか、もうじゃない、うん、ね、もう確率はとしては厳しい気がします。あと最悪の最悪はそれで旅行とか行かれたらより取れないからね。新しく買いましょうか。ヌメメって書いてたりするのかな、名前。名前変えてたら、うん、よりないな。皆さん来ました。酒で一番の失敗はと。失敗したことないんです。あ、そうだね、私失敗しないんで。何かいうことは失礼しました。はい、失礼いたしました。調子乗っちゃった。まあ、でもこの酒で一番の失敗はやっぱマーサに聞くのがいいですね。でも失敗って思ってないだろうからね、うん、でもただよくあるのが月に1回はあの自分で知らないものが届いてるっていう、あ、うん、だいたい2万円ぐらいですね。名前変えておくべきだった、お母さん。名前変えてても厳しいよね。私はでももし他人のバスタオル飛んできたら取っとくかもしれない。捨てたりはしない。ああ、俺ちょっと想像したことがなかったね。経験がなさすぎたわ、それは。パンツとかだったら別だけど、タオルは どちら様だろうと一応取っとくかも。そうだよね。なんでファイティングポーズ取ったんですか。入った。パンツはワイ、部屋干しにするいい子。あら、いい子。2万の買い物する過程、生配信で見たい。何その王様のブランチみたいな企画。あ、やりたい。やりたいですね。10万円でお買い物。あれでしょ、あの NG ワード。うん。うん、何買う ?10 万円。ひとまず酒屋行こうか。笑う。グラスも欲しいな。
ハイボール飲む用のジョッキみたいな感じというか、あのこういうね、なんか薄い薄張りっていうのとか、すごいね、ガラス屋さん行きたい、すごい人だわ、食器も欲しい、はい、10万円何買うんだろうね俺ね、何買うと思う、小林さんからしたら、俺は俺ちょみんなに聞いてみたい、10万円あったらノーミルク砂糖は何々を買っている、せーの、電動ベッド、たまとするでしょ、だってニトリだったら買えるかも、なるほどNG ワードに指定されるって言ってしまいそうな言葉、難しいね、難しいね、メガネ、パソコンも足んないな、10万じゃ20万以上するもの買おうと思います、メガネ、株、あー分かる、なんでメガネとパソコンばっかりなんだよ、太田さんはやるからいらないでしょ、もうお茶リアル、結局生活に使うものって言って水とカーディガン、リアル、カーディガン、メガネ、好きな食べ物たらふか、俺はこれだと思う、俺も確かに、俺もね、いや頭の中で浮かんだら株とあの食べ物、それは合ってる、下着も確かに思う、下着はありだよね、ちょっと買っとく、奥さんへのプレゼント、これだな、鉄パイプさんに、鉄パイプさんの答えが出ました、もう終わりです、鉄パイプさんの答えと、あと他の皆さんで出たその株と食べ物系のやつが正解だと思います、やっぱりそうだね、でもマヨさんに何か買うとか、あとはそれこそ、あとマヨさん含めたスタッフのみんなにねってのも俺はありなのかなって思うぐらいですね、みんな集めてバルバッコア、そんなに何人もいけないでしょついに推しがせんと、え、あ、そうか、日曜だからあれだ、今あれか、乃木坂か、工事中だ、福利厚生、うん、その方がみんなが喜んでる姿見る方が俺はやっぱりいいなっていうのは感じますね、強いて言えば先に例えばサーバー代払うとかってことはあるけど、まあ、それは今回の、あの対象ではないなと思うから、そんな使わないけど買ってみたいな、なさそう、全く持ってない、年に1回ぐらいしか使わないものとかだったら多分俺は買わないから、俺はね、だったらそれがマヨさんにとかって方がいいでしょうね、金回した方がいいもん、俺だと、俺が使うってなると回んないから、ないから買うものが、足が鳴ってます、マヨさんの CD は、でも確かにあの10万いらないから1万円でから、こういうもの1万円分買うわって言ったら、 あと9万円分みんなに使ってで全然いいですね、あともしくはなマヨさんだったらきっとこれ買うだろうなって思うの先に買っとくとかね、あのお酒1万円分買って、酒ガチャ1万円して、うん、あとお酒のつまみを5000円分買っといて、あとだから先にもうとりあえずちょっと使いそうなあのいろんなこう詰め替え系のものを買って、あのたこ焼きの冷凍のやつを5つぐらい買ってとかするだけで多分4万8000円分ぐらい使いそうな気がするんですよ、はい、であのいい服1着といいアクセサリー1個、これで30万円だ、行くな、終わりです、ありがとうございます。そういえばなんでこのおじさんスーツ着てる、スーツじゃないのこれ、ただ単にあのちょっとかっちりめに見えるあのジャケット系カーディガンです、これ今日はね、さっきツイッター上げたんですけど、あれなんですよ、あのせっかく開幕したやんっていうところで、あの開幕金のねちょっと打ち上げじゃねえや、機会をねマヨさんとしてまして、あのもつの鍋を、もつの鍋を食べました。食べました。もつ鍋とあとなんだっけあれ、焼きトン。焼きトン。食べたね。うん。うん。そうなのよ。美味しかったね。美味しかったね。また。あ、締めの麺が私好きだわ。あの形、あれいいよね。うん、あのちゃんぽんの麺、うん、よかった。そうなのよ。先生はなんかいい意味でエゴさがなくて好感持てるのありがとうございます。あの仕事上ではガンガンエゴあるはずなんですけど、自分のそのプライベート面でも、プライベート面でもエゴはありますけど、物に対してあんまり執着ないですよね、うん、
カーディガンだけだね。絶対一緒って言ったのはカーディガンと小松菜。これだけはもう死守しますけど、それがある状態なら特に必要なものは他にはないですね。だってもうね、十分に寝床もあるし、あの交通費もあるし、それでもあと小米もあるからね。よかったね。よかった。うっうっうっ。今日のサッカーといえば、町田かなりいいサッカーするね。後半途中からタオル取り込みに行って、その気になったから見てないけど。さっき町田の話とか鹿島の話で図解してるから、ムーメンメッシ、あの1時間半ぐらい巻き戻して見てくれたらいいかなと思う。もうすぐね、配信時代終わるので。10万のカーディガンはいらないかな。そしたら1万かける10欲しいね、どっちかっていうと、うん、俺あのこれもうマヤさんにもめちゃくちゃバレてるんですけど、俺服雑よね。そしてね、はい、あの服をね大事にする気が確かにないかもしれません。かなりあの俺にとっては大事にしてるんだけど、周りからしたらお前どういうことっていうレベルの管理の仕方をしてるらしいので。でもただその管理の仕方で10年以上着れてるっていうのはあるので、はぁって顔されてますけど、でももうちょっとちゃんと管理したらもうちょっと綺麗な状態だと思うよ。分かった、じゃあ20年着るわ。うん、うん、でもどういうのが綺麗なのかわからないね。なんかジャージ持ってる？持ってない。さっきから何もかも欲しいものが堅実なんです。いやそうだ、だって欲しいものってもっとだからワンランク上で考えたりとか、やっぱりどっかの会社の株は俺は確かに欲しいなって思うのと、あと例えば広い家とか土地とか、その不動産で運用できるものとかっていうんであれば欲しいなって思うけど、完全にその自分の何かを満たすための物欲みたいなものであれば正直なくて、生活必需品レベルのその水とかであれば自分にとってそのやっぱ資本だから体がそれに対するものが必要だけど、それ以外はだってどうにでもなるっていうかね、えずっと仕事してたりだとか、あとは普通に過ごすだけだったらなんかなってのはあります。俺はね、うん、まあまあ生きていければそれでいいんだよ。どうにかなるよね、うん、あと自分にとって本当にそれで必要なものだったら絶対出会うし、その時に何だろう、お金がなくてとかなんやかんやの理由があって手にすることができなかったとしても、本当に自分にとって縁があるなって思うものだったらやっぱ出会うよ。自分がお金がちゃんと持ってるって状態でそれにきっと出会うと思うから、俺はその自分のローンをやっぱここまでの成功の体験法則で考えてもやっぱそうだったなって思うから、そうなんじゃないかなって俺は思いますね。うん、欲しいものの話で運用なの資産とか出る、確かにな。生育と睡眠欲とかさほどなさそうなのに、どうして食欲だけ壊れてるんだろう。食欲ねえ、でも寝てるよね。寝てます。結構寝てるよね。ちゃんと寝てます。で寝てる時も寝起きはもうほげーみたいな。かわいいよ。食欲とあと水分欲ね。水分欲よう飲むね。よく飲みますからね。なんかお風呂ぐらいのもん、浴槽のもん、うわーって。それはね、やめて。モテないからそもそも。いや2時間以上話してしまったわ、すいません。もう0時36分もう乃木坂工事中も終わった時間帯になってましたね。あらら、もう日付も変わりましたから、皆さんそろそろ今日終わりましょう。終わりましょう。我々もこのまま行ったら寝るの2時ぐらいになっちゃいそうなので、あ早くね、まあ、寝ましょう。であと、うん、あの皆さん明日、明日というか日付変わっちゃいましたけど、2月20日月曜日夜はまたマンデーライブやりますので、どうぞそちらもよろしくお願いいたします。ミラーカーの、ね、本編の方でやりたいなと思います。あとは、今週で言うとやっぱり木曜日に絶対予想チャンネル、絶対予想チャンネル、徹底予想チャンネルありますので、そちらを見ていただければってのと、マリテ君こんばんは。こんばんは。あとはね、今週はね、ちょっといくつかあって、もう先に言って、昨日に聞いてくれてる方も言ったかもしれないですけど、今週はですね、エルコラスさんのこの選手名鑑さんとコラボさせていただいた動画を2、3出そうかなって思ってるのと、
まあ、あとはこっちのラボも含めて言うんであればやっぱりゼルビア、あとはまあアントラーズ、そのあたり中心に動画を出すんじゃないかなって思ってて、あとはまあアントラーズフロンターレのプレビューだったりだとか、やっぱ全体のプレビューだったりだとか、あとは明日の朝は竹の動画が出ますよってところですかね。あとはちょっと状況に応じてって形になりますけど、まあ、J リーグ開幕しましたから J リーグの話中心には動画出そうと思ってますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。絶対予想してると言いたい、うつばかりよ。何を元にしてるのかちょっと分かってますよ。すいませんね。ありがとうございます。僕の、ミスのところまで拾っていただいてありがとうございます。じゃあそろそろ今日終わりにしたいと思います。累計120ぐらいがマックス来ていただいたかなと、思いますけど、アーカイブの方含めまして、ノーコメの方含めまして、コメントでたくさん盛り上げてくれた方含めまして、あとは、まやさんも、ありがとうございました。いました。J3 もね、まだ開幕まで2週間あるんで、今週っていうのは来週が最速で言えばかなって思ってますけど、やっぱ、まーさんもやっぱ実況があるので、J3 のネタをこっちでやらないってことは絶対ないですから、ただ現状だとやっぱりあんまりね、キャンプの情報が J1 も J2 も含めて J3 もそこまで出てきてないってところがあるので、予想までしかできないかなって思いますけど、出そうと思ってますので、そこら辺はお待ちいただけたらと思います。皆さん、本当に2時間以上のお付き合いありがとうございました。アーカイブ見ていただいた方もなかなかとありがとうございました。ってことで、おやすみなさい。また今週も皆さん、頑張りましょう。じゃあねー。じゃあねー。切ります。はーい。3、2、1。おやすみなさーい。